え、先ほどスパチャをしましたが、せっかくのメッセージを忘れていました。35歳の男性 SE、年収400万、貯金500万、特質スキルなしです。年収400万で貯金500はすごいですね。えー、結婚願望がありますが、結婚相談所はあまりいい評判きません。出会いの成功の見込みが高くなりそうな方法ありますでしょうかえっと、痩せて清潔感を出して、あの、友達の知り合いと飲み会をするようにしてみてください。 あの、痩せてて清潔感があって、あの、それなりに、あの、きちんとした、まあ、年収予約までそれなりに、あの、収入があるので、っていうのがあれば、その、結婚したいと思って、ある程度ちゃんと働いてる人であれば、別に、その、おんぶに抱っこで、旦那さんになんとかしてもらいたいってならないので、なので、普通の人と普通に結婚すればいいんじゃないですか でその結婚相談所みたいなところだと、年収1000万とか、年収800万20代みたいな、そのすげえ上の人たちっていうのが見えちゃうので、それと比較しちゃうと、30代年収400万は低いっていうのになっちゃうんですよ。なので、そこを選ばないってなっちゃうので、結婚相談所向きじゃないと思うんですよね。でも世の中って、その年収400万30代で結婚してる人は死ぬほどいっぱいいるんですよ。 なので、その、結婚相談所とかじゃなくて、普通に知り合いとか社会に出て人と出会うようにした方がいいんじゃないかなと思います。就活中の小学部生です。ほぼ未経験ですが、SE を死亡しています。いいんじゃないですかあの、働いてない人はみんな未経験ですよ。え、SIR 以外に何かおすすめの職種や業種はありますでしょうかえっと、未経験だったらとりあえずどこでもいいから会社入れてもらって、そこで学んで、で、SIR って、その、 あの、長期的にずっとやり続けるのは良くないんですけど、未経験で入ると、いろいろ給料をもらいながら教えてもらえるんですよ。なので、それで教えてもらって、スキルを上げて、その後自社開発の会社とかに定職すればいいので、なので、あの、未経験で、たの小学部生であれば、とりあえずどっか入れるところに入っちゃうというのでいいと思いますよ。 えと、高校卒業して就職をせず個人事業主でデリバリーサービスで月30万から50万円ほど稼いでいますが、いつ落ちるかわかりません、えー。そのため新規事業で EC サイトの通販をしようと考えていますが、注意点やアドバイスを教えていただきたいです。 ええと、その、石サイトかどうかより何を売るかだと思うんですけど、あの、このパターンだと多分サービスを作った経験がないと思うので、普通になんかメルカリで物をそのなんか転売するみたいなパターンになると思うんですよね。で、それよりは多分デリバリーサービスの方がよっぽどなんかうまく回る気がするんですよね。 なので、あの、デリバリーサービスの方を、その広げる方ってちゃんと貯金して、で、それがうまくいかなかったら普通に就職っていう方がいいんじゃないですかね。その、あの、新規事業とか、そのサービスを作る能力があるかどうかって別の問題なんですよ。その、ウーバーイーツですごい稼げるから、ウーバーイーツで稼いでるんだから、俺 IT でサイト作ってもいいかもって言うと、そんなもんでもないんで。 なので、あの、ウーバーイーツで稼げるんだったら、それは体力があるってことなので、じゃあ、普通の会社で働いたら、っていう方が安定してる気はしますけどね、えー。4月から工場勤務から営業に移動することになりました。営業に関する知識がありません。食品関係の工場営業に必要そうなスキルについて、ひろゆきさんのご意見をいただきたいです。まあ、どういう工場の食品、ああ、えー、と、食品を作ってる工場の営業なんだ。 そうすると多分新規をどう増やすかっていうのより多分ルート営業な気がするので、あの、嫌われないようにして飲み会にはきちんと参加するっていうのだと思うんですよね。あの、要は、あの、接待する相手っていうのが多分スーパーとかだったり、卸しだったりとかで、まあ、あの、言っちゃ悪いんですけど、そのスーパーとかのじゃあ惣菜売り場の人たちとかって、あの、大卒率低かったりするんですよね。 その、バイト上がりで、そこの部門を担当するようになりました、みたいな人が多いので、そうすると、その、あの、仲がいいとか、割と酒が飲めるとかで、こいついいやつだなって思われた方が、発注もらえたりするんですよね。逆にその、なんか利益率とかっていうのはあんま考えてなかったりするんですよ。要はそこまで計算するんだったら、そもそも、計算できる能力あったら大学行ってるよね、みたいな話だったりするので、なので、あの、その、 会計のノリで酒を飲めるっていう方が重要なんじゃないかなと思いますけど、えー、コメント消すだけにすればいいのに自己主張してるモでマジなんなんだマジで気持ち悪いわすいませんちょっとあの自己主張はなるべくしないようにしてくださいモデレーターの方。 え、先日過去の録画でサードドアという言葉初めて知りました。録画放送ではなく直接お話をしてみたいなと思っている私は、その時あるアイデアが思いつきました。コロナが収まったらフランスへ渡り、ひろゆきさんがいつも配信用のお酒を買ってるお店を特定して、そこの店員になればいいのではないだろうかと、サードドアってこれで合ってますかあとフランスのお店はまだセルフレジではないですよね。セルフレジめちゃめちゃ普及してますけど。えっと、僕が買うのがカルフールとかモノプリっていうスーパーなんですけど、 セルフレジがないところが少ないですね。あの、まあ、そのカルフレイキュスプレスってちょっとあの狭い店舗の場合はセルフレジなかったりするんですけど、基本セルフレジのないスーパーはほぼないので、青年革命家ゆたんぽさんっていうね。<laughs> なんかあの、卒業式に出れなかったらしいですね。 えー、こんにちは。以前4年ほどウェブ系のシステム開発の仕事をやっていたのですが、当時、当時勤めていた会社はスキル面で不安になり、今はネットワークの保守の仕事をやっています。年齢はもう40になりますが、やはりシステム開発の仕事を続けていればとたまに後悔します。こんな自分ですが、今の仕事を続けるべきでしょうかなんで続けるのが良くないと思うのかが、いまいちわかんなかったんですけど、えっと、別にネットワークの保守の仕事もできてたし、ウェブシステム開発の仕事もできてたんですよね。多分あの、 その開発もできるし、ネットワークもできるしっていう問題ない感じなんですけど、それを不安に思ってしまうっていう、その、なんか自分の状況に安心できないっていう、その性格の問題だと思うんですよね。で、ただその性格の問題で不安がちなおかげで、そのシステム開発じゃなくてネットワーク講師もやらなきゃいけ、ね、ネットワーク講師のスキルを磨いて転職したってことだと思うので、多分能力値としてはそんなに悪くないと思うんですよね。 なので、あの、休日にちゃんと睡眠をいっぱい取るっていうのをやって、あの、幸せを感じるようにした方がいいんじゃないかなと思います。20代発達障害安月給プログラマーです。家族とすり合わずテレワークに永久移行したことで生活パターンを家族に阻害されるため一人暮らしをすることにしました。うわ <laughs> ただ家族からは反対がないもののお金の無駄遣いの知らずなど散々に悪うです。医療機関的に独立することは愚かなこと。えっと、僕勘違いしました。これ家族って実家ね あ全然独立した方がいいと思います。で、むしろその、実家から独立するっていうので、多分家にお金を入れなくなったっていうことで、文句言われてるんだと思うんですけど、これって実家足引っ張る系の人なんですよ。なので、早めに実家出た方がいいですよ。そのいずれその彼女ができて、まあその、恋人になって結婚してっていうので、その実家を出るのが当たり前なんですよ。 で、それを止めようとする家族って、その、パプリカは唐辛子の仲間さんよりも、自分の家に金が入ることとかを優先しちゃってる人なので、一緒にいると足引っ張れますよ。なので、早めに出ちゃった方がいいと思います。子供やおじさんになっちゃうんでね。あと、あの、独立すると、あの、女の子が転がり込んでくるっていうパターンがあるんですよ。 あの、要は、その、自分で今独立できる状態じゃないですか。で、そんな感じで、その、職業があるから独立できるんですけど、実家から出たいけど、その、そこまで働いてお金がもらえてない人っているんですよ。要は、実家から出たいけど、アルバイトだから月に8万円ぐらいしか稼げませんみたいな女の子っていうのもいて、で、そういう子に、あ、じゃあ、うち来ればっていうと、割と実家から出れるっていう理由だけで転がり込んでくることがあるんですよ。 っていうのになると、なぜかその、あの、一人暮らしをしているだけで女の子が転がり込んでくるっていう幸せなパターンが結構あるんですよね。 まあ、いいや。<laughs> あのプライベートの話をしようと思ったけど、なんか話が複雑になるのと、めんどくさいからやめました。はい。ええー、40代前半独身年収500万の平フラン卒。スキルなし。スキルがないのに早期退職に募集するのはバカですか？設備系の職業訓練校に通うか、退職金を使い果たしたら死ぬこともやっています。どうしたらいいのでしょうか。えっと、あの転職活動して、転職先が見つかったら、さっさく早期退職に。 応募しればいいと思います。転職先が見つかってない段階で行くのはちょっとリ、あのリスクが大きいんじゃないかなと思います。はい。あえー、聞きたいって書かれたんですけど、あの、その、うちの彼女がうちに転がり込んできたっていう話なんですけど、ただうちの彼女、じ、あの、一人暮らし知ったんですよね。<laughs> だから、あの、例として適切ではないっていう、そういう話でした。うちの彼女というか、奥さんというか、蔡くんというか、パートナーというかなんですけど、はい。 えー、ひろゆきさんがもし911のような事件に巻き込まれた時、どういうことをとりますか相手は銃を持ってないんですが、ナイフ的な武器は持っていて、コックピットは占領されている前提で。えっ、ー、と、あのー、決起盛んな人を盾にしますね。911の,の飛行機が占領された状態で、そのパイロットのところにまあ犯人がいてで、客室にも銃を持っている人がいるっていう状態で、ただ、銃って基本的には、その石、 回のターンで一人しか殺せないんですよ。で、まあ、あの、連射できますっていうタイプだとしても、せいぜい二、三人しか殺せないので、要は、五人一緒に、せーので襲いかかったとしたら、誰かは生き残るんですよ。なので、その、子供だと死ぬよねと。なので、せーので襲いかかるっていうのをやろうぜっていうのを、四人ぐらいの人に言って、で、その、あの、要は、 襲いやすい状況。で、あの、客室の中に自分たちから、その、廊下側の方に行くと、廊下っていうところ一列になってしまうので襲われてしまうので、なので、奥の方でトラブルを起こしますと。 で、トラブルを起こして、客席のその間の廊下を通ってこなきゃいけないじゃないですか、銃を持ってる人は。で、通ってくる状態で、両側から突然押さえるっていうのをやると、自分、いや、僕、あの、要は客室、あの、客席側ね。で、客席側でここの廊下を犯人の一人が通ったとして、で、こっち側に集中してるので、銃口さえ押さえちゃえば、自分が撃たれることはないんですよ。 で、多分こっち側の誰か撃たれるかもしれないですけど、っていうので、ただ、撃った瞬間に反対側からも押さえてくれる人がいれば、銃奪い取れるんですよ。で、銃奪い取りさえすれば、とりあえず自分が死ぬことはないじゃないですか。で、その後は犯人撃ちます。で、銃撃戦になる可能性があるんですけど、で、銃撃戦になる可能性があっても、僕は銃を持ってるので、自分が死ぬ可能性はほぼゼロになるんですよ。もし僕が死ぬ時は飛行機が落ちるとき。 で、銃持ってない場合って、撃たれたら、まあ撃たれたくはしいじゃないですか。でも銃持ってる場合は反撃できるので、自分は死なないっていう状態になるので、で、その後に、誰が銃を持ってるのか分からない状況にします。要は、僕が銃持ってるって分かっちゃうと、僕の方に弾撃たれちゃうので、なので、あの、銃をちゃんと隠すのと、あとあの、飛行機って、あの、椅子がこう縦に並んでるので、あの、ちゃんとしゃがんで、その、あの、こそこそと歩幅前進をすると、横移動できるんですよね。 で、その銃を持ってる人が横移動してるときは僕たちのために戦ってくれているんだって、割と乗客は誤解をしそうじゃないですか。ただて僕は自分の元にいる場所にいると、あいつが奪ったってバレてるから撃たれるから逃げてるだけなんですけど、そうじゃない形で移動するのと、誰が銃持ってるかわからないように他の人の上着を借りて服を変えるとかやると思うんですよ。要はその、 あの、こういうやつが銃を持ってたっていうのを上着の色とか髪の毛の色とかで結構人って認識するので、なんでその帽子をかぶって上着を変えるってやると、誰が持ってたのかわかんなくなると思うんですよね。なんで銃を隠した状態で客席にずっといるってなると、逆にどこに銃があるかわからないので、犯人側が客席に来れなくなるんですよね。っていう感じで、ちょこちょこと、あの、格好危きがしていくんじゃないかなと思います。 えー、今のひろゆきさんの生きがいは何ですか少し参考にさせてください。一言で構いません。お願いします。えっと、モンスターハンターライズを始めました。<laughs> あの、チャージアックスにしようかなと思ってるなんか、タチでやったんですけど、なんかそのタチの立ち回りを忘れてしまって、あの、その、剣があの、その、斬撃のあの、メーターが上がるのをなんか待つのがめんどくさくて、 で、チャージアックス昔使ってたので、あの、チャージアックスでこうひたすらチャージをしていく方が楽なんじゃねえかなって派なんですけど、ただあの、ま、体験の方が簡単なんですよね。なのでちょっとどれにしようかなって迷ったりします。はい。っていう感じの楽しい人生を送ってます。あの、もともと僕、ガンランス派だったんですよね。 あの、一発逆転ガンランスを、あの、何にもないところで撃つっていう <laughs>。あの、ま、普通ガンランスって、その、モンスターが気絶した状態で撃つとか、その、ある程度その、必ず当たる状態で撃つんですけど、僕その、何にもない状態でガンランスを撃って当てるっていうのが、あの、その、ギャンブル的に好きなんですよ。 まあその、まあ、あの、ヤンクックみたいな、もう突進してくるって分かってるやつの場合は、もうその、自由に動いてるにも変わらず、ガンランス発動して、こう突っ込んでくるところに合わせてドーンみたいなので、勝てなかったとしても、そのなんか、タイミングよくあったら気持ちいいっていう、そういう遊びをしてました。すいません。だからあんま上手くないです、僕。 え先ほどスパチャを読んでいただきありがとうございました。高校生が低学年の塾に惑わされないようにつかもの受験チャンネルを作ったものです。受験系のチャンネルがいっぱいある中、ゆっくりボイスを使った受験チャンネルがないことに気づき、ゆっくりボイスで受験動画を作ってるんですが、このことはメリットになってくると思いますかいいえ。ちなみに塾は辞めてしまっていて、生徒には普及できそうにないです。えっと、塾で一緒に働いてた同僚とか友達とかのコネを使ってください。あと、ゆっくりボイスはメリットにならないと思います。結局その、合成音声って聞きづらいんですよ。 あ人間の声の方がやっぱり音質がいいので聞きやすいので、なので人間の声でちゃんとやった方がいいですよ。その、どうせ暇だと思うので、あの、要は自分の時間で少しでも質が良くなるものであれば、ちょっとずつでも質は良くした方がいいですよ。まあ、暇じゃなかったらすいません。 えっと、職場の先輩の接し方について質問です。私は新卒4年目、その方は中途社員で、年は14歳上かつ前人なんですが、無能すぎてイライラします。えー、私が以前上司からパラファラを受けてた際には偉そうにアドバイスしたのですが、いざ自分の番になるとそのアドバイスを自身が全く実行できていない。死語がなくて意思疎通不可、危険運転をする。そんな彼を私は見下してるんですが、私は寛容な頃で彼を許すべきでしょうか許さなくていいんじゃないですか ただ、あの、無能であるというのが分かったっていうのは、それはある種のカードなので、なので、あ、こいつはこういうタイプで無能なんだっていうのが分かったので、その上でうまく活用すればいいんじゃないですかね。でもその相手の人って、昔自分が言ったアドバイスできてないって薄々気づいてると思うので、多分その言われたくないっていうのがあると思うんですよね。なので、その精神的には割とその上の方の立場に立てる可能性があるので。 えー、皆さんこんばんは。大食い系 YouTube チャンネルのしのけん大食いを知っていますか知りません、えー。このチャンネルの折りは、ひろき顔負けの中属性のあるトーク力です。今までもただ食べるだけの動画とは違い、ナレーションを跡付けすることで、ラジオのようなエンターテイメントとして確立されつつあります。確率の感じを間違えてます。えー、最近は、スーツ男の天の声という名前のキリネクチャンネルもできましたよ。は。ひろゆきさんはご自身を有能だと思いますか無能だと思いますか えっと、自分が無能である分野と能力のある分野をちゃんと理解してるっていうところが多分無能との違いかなと思います。なんでその、編み物をしろとか言われると僕多分超絶無能なんですけど、じゃその IT 系ですとかになると割と一般の人とか言われる有能ですよっていうのがあったりするので、なんでその、あの、すべてにおいて有能な人ってほぼほぼいないんですよ。だから一郎さんとかにサッカーやらせたらそんなにうまくないと思うんですよね。でも一郎さんに野球やらせたらめちゃくちゃうまいじゃないですか。 なので、その、自分の能力が何に向いているのかっていうのをちゃんと把握するっていうのが大事なんじゃないかなと思いますけど。23歳会社員です。職場の最新持ちの人からちょっかい出されています。ちょっかい出される分には構いませんが、周りから気があるのだ、フリーターと勘違いされています。この職場が好きなのでなるべくやめたくありません。どうしたら勘違いされなくなりますかちなみに話されなくなったら照れてると言われます。 えっと、彼氏がいる、まあ、彼の、彼女がいるのかわかんないですけど、あの、パートナーがいると言ってください。嘘でもいいです。で、あの、適当にあの、友達の写真使ってください。なので、あの、パートナーがいるから手を出さないでくださいっていうのを、職場の人にわかるように公にしてください。要はあの、シングルだから、なんかこういうのは OK なんでしょって見られちゃうと思うので、シングルじゃないですっていうのを明確にした方がいいんじゃないかなと思います。<laughs> えー、過去の事象は数々のデータから事実であると言えますが、この先何が起こるか、これからどうすればいいかなどは正解がないため、個人の解釈意見しか考えると思います。見ていく以上先読みして行動することは必要だと思いますが、正解とまでいかずとも最も可能性がある方向を選択するには、何を貢献すればいいとお考えですか教えていただければ幸いです。と、あの、実はその情報の、あの、伝達速度のブレというのがあって、うんと、例えば去年のなんかあの、 去年の同じぐらい4月頃に、なんかアビガンがどうたらとかって日本に言ってたじゃないですか。なんかアビガンが聞くとか。で、僕多分 Twitter とかあのさらってもらえばわかるんですけど、アビガンなんてマジ効かねえよっていうのをずっと書いてたと思うんですよね。で、僕がなんでアビガン聞かねえよって書いてたかっていうと、別にその個人の解釈、意見主観ではなく、あの、海外の知見の結果なんですよね。あの、 もともとそのアビガンがどうたらって言われる前ぐらい、2月ぐらいから、あの多分世界中の治療薬っていうのは中国が試してるから、治療薬っていうのはまず存在しませんよって言ってたんですよ。で、そのじゃあアビガンだったりとかも、そのいろんな国に配られたんですよ。聞くかもしれないですよ、みたいなのがね、ドイツとかで。 で、その世界中で配られた結果、聞かねえよっていうことになって、アビガン使われたくなったんですよ。でも、その、英語の情報を読まない人って、それ知らないので、なんか日本だと工藤勘九郎さんが治ったからアビガン聞くと思ってるみたいな、っていうので、なんかアビガンのおかげで助かりましたって言っちゃってる芸能人みたいのがいて、アビガン聞くんじゃんって誤解しちゃうんですよね。で、結局のところ、その、 事実として他の国で聞かないっていうのも証明されたっていうのがあるので、僕は事実を伝えてるだけなんですけど、ただその事実っていうのをきちんと理解できない人っていうのが多いんですよ。なのでその、えっ、ー、と、要はあの、個人の解釈とか入らなくて単なる事実ですっていう話なんですけど、でもその事実を、その、あの、英語を読めない人はわからないって話があるので、なるべくその英語わかるようにしとくと。 そこら辺の,あの事実だったりと、その個人の解釈の違いっていうのはわかるんじゃないかなと思います。えカジサックさん、いつも見させていただいてます。いつかクラブお願いします。あ、よろしくお願いします。いつかいいつか。<laughs> いや、ね、その、あの、カジサックさんの方でいいですよね。あの、その、カジサックさんと、あの、キングコング梶原さんって、一応キャラ分けてるじゃないですか。あの、どっちのキャラの時に、その、対、どっちのキャラ向けの対応をすればいいのかっていうのがあって、あの、 キングコング梶原さんの時って結構おしゃれ系で、それなりにそのなんかあの、っこいい喋りをするじゃないですか。で、カジザックさんの時は、その、まあ、あの、面白キャラだし、その家族愛っていうのを出してくるので、その、どっちのキャラ分けの話をしていいか分かんないですよね。まあ、どっちにしてもあの、西野さんディスはすると思うんですけど、よろしくお願いします。<laughs> はい。すいません。いや、だから西野さんは僕はあの、優秀だと思ってるんですよ。はい。本当にね、申し訳ないですね。はい。 えっと、海外の人たちが両手でピースサインをして、それをぴょこぴょこするハンドサインをするんですが、それはどんな意味があるんですかどんな時に使うんでしょうかえっと、ダブルクォーテーションの意味です。日本語で言うと、鍵括弧の意味だと思ってください。えー、まさにという言葉が相づとして万能だと思い、普段の会話の中でも相づをまさにで返してたのですが、友人からそれは会話を流してるだけの流しまさにだと言われてしまいました。 相手に会話を流してると思わないようにするように、まさにの使い方ありますでしょうかもうまさに使わなければいいんじゃねな, <laughs> なるほどですとか言っとけんじゃないの、えー。読まれるまで投げれば勝ちですが、そろそろ天井起きです。すいません、えー。以前スパチャでうつ病で休職するか否かの相談させていただいたようです。結果的には休職し、順調に回復しています、えー。主治医から復帰 OK の判断もいただきました。復帰後の再発がやはり怖いのですが、何かひろゆきさんなり残したらいいんじゃないか、などのアドバイスありますでしょうか と、あの、再発の可能性がゼロになることありません。なので、やってみて、再発したら、うわ、再発したわって言って、治療を再開してください。で、再発しなかったら、俺大丈夫じゃんって思えばいいだけなので、なので、今大丈夫だってお医者さんが言った以上は、今は大丈夫です。なので、お医者さんが大丈夫って言ったんだからいけるんじゃねっていうので、ひとまず戻ってくださいと。 でただまあ、お医者さんがあの100%正しいわけではないので、なので、そこの結局あの、まあ、ギャンブルにはなるんですけど、ただ、自分がその職場戻っても大丈夫だなって思えたっていうだけで、だいぶそのうつ病の症状みたいなのはあの回復してると思うので、なので、お医者さんを信じてみればいいんじゃないかなと思います。<laughs> えー、KKC システムズ株式会社の中村裕也です。先日は長いスパチャ失礼しました。計3回目のスパーチャーです。えー、先日なぜあのようなスパーチャーをおっしるのか。それは社内で発生したハラスメントを告発するにあたり、ある程度有名になっておいた方が良いと考えたためでしたが、自分ブームが過ぎ去り、結構同年目もよくなっています。それより5月13日、誕生日でした。37歳、おめでとうと,と言っていただけたら幸いです。あ、37歳、おめでとうございます。37? あそこ、僕も44とかなんですよね。なぁ、自覚がないんですけど、はい。 十一、えー、歳年上の夫と、一歳になる娘がいます。夫は私のことを舐めていて、話は聞いてもらえないんですし。家事に文句をつけます。えー、娘のことも手伝ってくれないのに、こうした方がいい。と、ネットで調べたことを押し付けてきます。呆れて別居を考えているのですが、私が不満を申し過ぎなだけでしょうか、えっと。どれぐらい夫が金出してくれるかですね。であの家事に文句をつけてくるのであれば、やってみたけど、できなかったので、あのここをベビーシッター雇いたいですとか。 あのまあ、日本の場合ってそのなんかあの子供の,そのなんか食べ物とかを割とあの母親が手作りするという方向になりがちなんですけど、あの多分ネットで調べるとわかるんですけど、あの家の台所で作ったものって雑菌が必ず入るんですよ。 であの市販されてる離乳食って衛生的には優れていて、あの家庭で作るものには絶対勝てないレベルの衛生レベルなんですよね。なので、衛生的には優れてるので、すべてベビーフードにしたいです。なので、家庭でその離乳食は作りたくないです。これネットで調べましたっていうのを出して、でそのお金をくださいと。 で、その、あの、子供のうちから、あの、ネイティブの人の発音を聞いた方が、その、日本語だけじゃなくて、英語の理解も進むので、なので、ネイティブのベビーシッターをつけたいです。って言ったときに、これ否定する材料ないんですよ。だって本当にそうなんだもん。で <laughs> は、あの、日本語だけ聞いてるんじゃなくて、英語を聞いた方が、英語に対して反応する子供なのは事実なんですよ。 なので、じゃあお金をくださいって言って、なので、ネットで調べた事実でお金をどんどん出させるっていうのをやると、あのそのうち文句を言い続けると結構めんどくさいってなるので、なんでお金をどんどん引っ張るっていうのをやってみてください。なので、その結果として、あの英才教育を受けた娘さんがいると、まあ、あの仮に離婚して別れたとしても、あの若いうちに英才教育を受けている子供なので、長期的にはうまくいくんじゃないかなと思います。 え、以前メカかソフトで悩んでいた就活生です。来年からロケットをぶっ放す赤いマークの企業で働けることになりました。日本も最終ロケットを予約作り始めそうですよ。えー、ひろきさんの意見を伺いたいのですが、今後日本の技術力は世界の中開発競争に通用すると思いますか思いません。 えっと、あの前にもそのチラっと言ったことあると思うんですけどそのイーロン・マスクさんのやってるところがそのアメリカからガンガンお金をもらってるんですよね。で今ではその ISS に人間を送り込めるレベルになってるんですけどなのでその要はあのイーロン・マスクさんの会社がどんどん投資して技術力がガンガン上がってきますと。でそれよりも 高い投資をして、これに追いつかなきゃいけないんですよ。でも、日本の会社と、いや、日本、JAXA ってそんなにお金がないので、研究がこう上がってる間に、イーロン・マスクの会社はこう上がっちゃってるんですよ。なので、時間が経てば経つほど、どんどん幅が開いちゃって、結局最終的に、イーロン・マスクにお金を払って、人だったり、その物資を宇宙に送り込んだ方が安いよねっていうのは変わらないんですよね。 なので、あの、イーロンマスクの会社がなくなるとかでない限り、残念ながら、日本の会社がいくらお金をつぎ込んだとしても、技術的に勝つことはないと思います。で、あの、可能性があるとすると、アメリカの敵国に対して技術を売る。例えば、イランだったりとか、その中東のそのあの、アメリカとちょっと揉めていますみたいなところだったりとか、あの、そのなんかアフガニスタンだったりとかね、あとアフリカだったりとかなんですけど、ただアフリカで行くと中国が強いので、 その中国とアメリカとも敵対している国っていうところにロケット技術を売るというのであれば可能かもしれないんですけど、マーケットとしてそんなに多くないんですよね。カタールとか。なので、あの、長期的には日本のロケット技術というのはあんまり意味ないんじゃないかなと思います。えっと、イスラエルはあの、アメリカとめちゃくちゃ高いんですよ。はい。 え現在芸能活動を行っているため、単位制の通信制高校に通うマーチ大学受験予受定験の高三です。えー、最近同世代と久々に会話をし、とても楽しくイメさんながら全日制に転入したいと思いました。この時期に通信制から全日制に転校ってできるのでしょうかできるとかは全然できると思いますけど、ただ今って普通に学校通えてるのもう高3だったらさっさと卒業して大学行っちゃった方がいいですよ。 え、また両立は難しいんと受験で悩んでいたので、私は現在の仕事を辞めてもいいと思うのですが、現在年収600万程度あり、親はもう少し悩んであると言ってきます。仕事を選ぶか学生生活を選ぶか、ひろきさんどちらがいいと思いますかえっと、僕だったら、さっさと大学行きますね。あの、まあ、あの、今から全日制に行ったとしても、ま、そんなに通えないのと、ま、コロナうんぬんとかもあるのと、あと、途中から来た人なので、そこまで仲良くなれない可能性があるんですよね。 なので、あの、普通に大学に行ったあの、大学の新入生としてみんなで仲良くした方がいいと思うので、あの、きちんと勉強して、大学の行きたいところに行って、そこで楽しい大学生生活をしてください。大学生活楽しいですよ。あの、酒飲めるし。<laughs> あとやっぱ高校って、あの、先生厳しいじゃないですか。タバコ吸っちゃいけないとか、あの酒飲んじゃいけないとか。 なんで、あの、大学って別に、あの、先生は、あの、その生徒の生活に関して関与してくることはほぼないので、あの、ちゃんといい大学に行けば。なので、早めに大学に行って、楽しい大学生活をするといいんじゃないかなと思います。え、43歳、か女会社員です。中学生の息子があります。先日、息子からひろゆきさんが反抗期について述べられている動画が送られてきました。 えー、その中で反抗期は親の頑固さも原因の一つ、子供の言うことを全て受け入れれば反抗は起こらないとおっしゃってました。えー、息子はどこを立てに親は子供の言いなりになるべきと考えてるしかあります、えー。私は全部言いなりになるつもりはないと伝えましたが、やはり全て言いなりにならなければ反抗は回避できるのでしょうかなけない質問です。すみません。えっと、あの、話し合いをするべきです。あの、要は、どちらが正しいかっていうところをちゃんと話し合いするべきで、まあ、例えばじゃあその中学生で宿題をしたくない。 っていう反抗しした時に宿題をしろっていうのでじゃあ果たして宿題をするべきかどうかっていう話をちゃんとした方がいいと思うんですよね。あの例えばその漢字をひたすら同じ漢字をいっぱい書き続けるみたいな宿題ってマジ無意味なんですよ。なのでじゃあこの宿題したくない分かったとじゃあこの漢字書けんのって言って「あ書けるよ」って言って書いたらもう別に宿題やる必要ないじゃないですか。で例えばじゃあその じゃあ、そのなんか塾に行くのと、みんなでサッカーをやるのどっちを取るかっていうので、で、その、その子としては、塾に行って勉強するより、今サッカーをやりたいと。で、ただ僕サッカーをやるのを、まあ一般的な親であればサッカーより塾でしょってなると思うんですけど、じゃあサッカーやってもいいよと。その代わりサッカー絶対うまくなれよと。で、そのじゃあサッカー、そのなんかサッカーチームにどっかに所属して、 きちんとどっかの大会に出るレベルまでいけるのかっていうので、それでいけるんだったらサッカーやらせればいいと思うんですよ。で、それはもうその趣味じゃなくて、そのサッカーで結果を出すっていうので、別にその、 要は、サッカーで必要なテクニックを学んで、その試合に勝つために何をしなければいけないかっていうので、練習をして結果を出すっていうのは、まあ、勉強もそうなんですよね。やらなければいけないことをやって、で、そのなんか、こういうテストの範囲が出るよっていうのを調べて、それに対していい点を取るっていうのなので、なので、その目標があって、その目標を到達するために何をしなければいけないかっていうのを考えて成果を出すっていうのは、 そのサッカーでも別に勉強でも一緒なので、なのでその子にとってそれが必要なのっていうので、じゃあそれがうまくちゃんとやれてるのかどうかっていうのをどうやって計測するかっていうところを、ちゃんとその子供と話し合って決めて、じゃあこれを本当にやれるんだったらやってみたらっていうところに乗れるかどうかだと思うので、単にそのわがままを通すっていう話ではまたないと思うんですよね。コメントでおたけおたけって書いてあるんだけど、どれがおたけさんのやつかわからないんですけど、どうやったらわかるんですか僕。 えっと、社労士資格を取るために働きながら通学しています。えー、新卒から労働、労務事務をしていて好きな仕事なのですが、周りから社労士は難関資格の中で一番稼げない、将来 AI に仕事取られるようと言えば、医療さんは社労士資格に対して需要あると思いますかまた一言、親のコメントをもらえると嬉しい。えっと、あの、資格そのもので食えるかどうかと、その資格を持ってる人が業務として重要かどうかっていう、全然別の話なんですよね。で、 あの、社労士というのは置いといて、あの、世の中会社に人事部ってほぼ必ずあるんですよ。人事の仕事っていうのは。で、その人事のエキスパートがやる仕事が社労士なんですよね。 なので、その、社労士資格で資格だけで食えるかっていうとそうじゃないかもしれないですけど、じゃあ、社労士の資格持ってますっていうので、会社で働きたいですっていうと、割と就職しやすいんですよ。だって人事探してますって時に、その、俺人事詳しいっすって言ってる人より、社労士持ってますっていう人だったら、あ、じゃあ社労士の方が良くねってなるので、なので社労士資格持ってると就職は全然しやすいと思います。で、その人事という仕事がなくなるのは、ここ50年ぐらいかかるんじゃないですか。 えー、バイク乗りの気持ちが分かりません。懲罰的な話ですいません。ビーガーやフェミオバカにされてますが、かっこ自分バカにしますが、バイク乗りも危ないという意味においてバカにします。バイクで手足を失っても運命を受け入れますかえっと、すいません。僕、元バイク乗りなんですよね。で、今でもあのバイクは乗らないんですけど、バイク乗り感覚はあ,のあんまり抜けてなくて、その、車って、いくら速い車でも、前の車がいたらアウトなんですよ。 なので、まあ、あの、何車線もあれば別なんですけど、例えば一車線だったら前の車が軽自動車で、じゃあ僕がポルシェに乗ってたとしても、軽自動車と同じ速度で走らなければいけないんですよ。なので、自分の行動っていうのは、いくら金つぎ込んでいい車に乗ったとしても、軽自動車にコントロールされるんですよ。でもバイクの場合って、あの、いくらでも横から抜いたりとかできるので、その自分の能力で自分の移動速度と移動先と、そのどういうところに行きたいっていう自由が手に入るんですよ。 あの、要は、車の人って車自由だって言いながら、軽自動車以下なんですよ。でも、バイクの場合は、自分の能力でコントロールできるので、その自分の人生をコントロールできる感覚なんですよね。で、あの、僕は、その、東京に住なんですけど、特の場合って、その、渋滞が多いので、その、大きいバイクだと、すり抜けができなかったりするんですけど、僕が乗ってた、その、バイクというか、原付が、あの、ホンダのゴリラっていうやつで、 あの、ま、あの、えっ、ー、と、座るとこんな感じで、あの、普通の子供より目線が低い、めっちゃ小さいバイクで、すり抜けし放題なんですよ。あの、幅もこれぐらいしかなかったんで、なので、あの、どんなところですり抜けしていけるっていうのかって、東京都内、あの、多分東京都内で一番早い移動手段、都会の移動手段で電車じゃなくて僕、原付きだんで、ゴリラか、あの、モンキーだと思うんですよ。 要は電車って駅まで行っっっててててて電電車車を待って電車に乗って移動して駅かから降りて歩くじゃないですかですそのタクシーとかも結局渋滞でコントロールされるんですけどそのモンキーとかゴリラだと渋滞でも速度変わんないんですよ。渋滞とかでもあの,あの横道すり抜けても30キロとか走るのでなので割とその都内で一番早いのはゴリラとモンキーなんじゃないかと思ってるんですけどあ,ーあの別にあの類人園の名前言ってるんじゃなくてバイクのあの名前なんですけど。 っていうのがあるので、割と僕はあの、バイクの方が便利だし、バイクの方が人生楽しいよねって思ってるんですけど、ただ残念ながらゴリラってもう販売してないんですよね。あ、ただゴリラとモンキーは遅いんですよ。あの、めちゃめちゃあの、その、あの、昔のバイクなので、あの、60キロギリギリして出ないぐらいなんですよ、ゴリラとかって。なんで、モンキーも多分60キロ出ないんじゃないかな まあ、あの、そこら辺、あの、無理やりボアアップとか改造すれば、まあ、多少は早くなるんですけど、なので、あの、へ、ちょっと改造してバレないようにしたやつがいいんじゃないかなと思いますけど、はい。えー、今後日本が衰退していったときに生活保護の制度が廃止されたり、生活保護の受給額がおはめさなる可能性はどれくらいありますかありません。 あの、生活保護を廃止するためには憲法を改正しなきゃいけないんですけど、要はあの、憲法改正をしなきゃいけないような状況って多分日本がかなりやばい状況なんですよね。で、かなりやばい状況であれば、それだけ経済的にやばい人が多いので、生活保護なくなるって言ったらふざけんなって言って反対派が入ると、入、は、る、い、と思います。あの、結局、その、まあ、戦争がどうこうっていうのって、今の時代あんまり起きなくて、 その戦争ではなく経済的な形で国同士が戦っているので、なので今その国が、いやあの国民が苦しいとかって、その戦争とかじゃなくて経済の問題なんですよね。なのであの日本ってずっとその,あの貯金ゼロ世代が増えていて、そのあの国民一人当たりの収入っていうのもずっと減り続けてるんですけど、なのであの経済的に他の国に対して負けてる状態なんですよ。 なので、じゃあ今憲法を改正しようぜっていうときに、じゃあその生活保護をなくせるように、その文化的な最低限度の生活っていうのを国が保障するっていう条項を奪い取ろうぜっていうと、まあ反対しまくる人が多いと思うので、多分その、で、そのうまくいってるときって別に憲法改正なんかする必要ないよねってなると思うので、なのでその憲法改正によってそこら辺の生活保護がなくなるってことはほぼないんじゃないかなと思います。 明日二十歳の誕生日なのでヤシ誕生日おめでとうと言っていただけないでしょうか。よろしくお願いします。ヤシさん誕生日おめでとうございます。3兄弟で僕は長男です。長屋が自分の母の面倒を見るのが嫌なので、現在僕が週1で面倒を見ています。都内23区内の一軒家園を自分1人の相続にする場合厚生著書遺言するなどでしょうか。いいと思います。 姉と妹は結婚してます。理由としておばあちゃんの面倒を見ない兄弟に相続させたくないからです。現在年収3000万で県外に住んでいて、毎週2時間ほどかけて使ってます <laughs>。そんだけお金あるんだったら別にあの、遺産もらなくてもなんとかなると思うんですけど、まあ、ただ厚生症状作っちゃった方がいいと思うので、早めに作っちゃってください。 1>, えー、1歳児の三言語環境について助言をお願いします。米国中都市大住永住組私日本語とオランダ語で話しかけ1日3時間保育園は英語夫婦間は英語3言語中途半端になったり読解力を十分にはしないのか心配将来的には本人の意思に任せます。今は日本語に力を入れて3言語でやっていいのか補修校近くにあり収入中の上自力で永住権取りました。おめでとうございます。おめでとうございます。えっ、ー、と3言語をちゃんとマスターした人って そんなに見ないんですけど、ただ、あの、割と、その、普通に聞いてる分には三言語ほぼ困んないよねっていう人は、あの、ヨーロッパはめちゃくちゃいます、ね。で、元日本人の人でも割と三言語それなりに喋る人っていうのがいるので、あの、要はあの、日本人でフランスで育って、フランス語と日本語はネイティブレベルだけど、日本人が聞くとたまにその漢字わかんないとかあるよね、みたいな。 要はあの、完璧ではないけどっていうので、ただまあ、あの、会話する分には問題ないよねっていうパターンとか、でまあ、英語は普通にできるよねっていうので、いけるパターンっていうのがあるので、なので、あの、頑張りばいけると思うんですけど、ただそういう人って必ず補修校行ってます。あの、補修校行かないで、日本語を完璧に近い状態に持ってったって人はんですよあんまり、あんまり聞いたことないですよね。その、結局あの、親子での会話っていう、その、あの、 交互の会話はできるんですけど、漢字とか、熟語とか、その、あの、の読み書きって、なんだかんだ言って補修校行かないとほぼできないっぽいんですよね。まあそこまで時間をかけて親がやればいいんだと思うんですけど、そうは言ってもその親としか会話しない言語をちゃんとその覚えるモチベーションってあんまりないんですよ。普通の子供って。 要はあの、まあ、アメリカだと、まあ、友達は英語喋るんだから英語でいいじゃんってなるし、で、まあ、お父さんはオランダ語がだから、じゃあお父さんとはオランダ語で、お母さんは日本語だから日本語ってなるんですけど、その、積極的に頑張って日本語を覚えるっていう環境にならないんですけど、補修校入れちゃうと、補修校の中はみんな日本人で、その友達は日本語を喋るので、日本語を喋らなきゃいけないっていうモチベーションが生まれるんですよ。 でその勉強するかどうかっていうよりは、モチベーションをいかに作るかなので、なんで補修校に入れることで、その日本語を覚えるっていう方向になるんじゃないかなと思います。なので、お金もあるんだったら補修工はさっさと入れちゃった方がいいんじゃないかなと思います。で、あの、複数言語の子供はやっぱりなんか、言語の発達遅れること多いみたいですね。その、ずっとみんな日本語を喋るわけじゃなくて、なんか変な言葉、まあ、その子供にとってみたらね、日本語なのか英語なのかフランス語みたいな、なんか、あの、 どの単語で言えばいいの例えば、こんにちはなのか、はいなのか、ボンジュールなのかっていうのが分からないので、その言葉を選んで喋るのに時間がかかるこの割合は多分多いっぽいですね。だネイティブの子がその1歳ぐらいでいきなり喋り出したりするんですけど、そのハーフだったりとか、あの複数の言語を喋る過程で育った子は、割とそあのなんか2歳になるぐらいまであんまり喋んないとか、その喋る単語が少ないとかっていうのがあったりするので、 でもまあ別にそれが遅いからといって別にそれがあのなんかあの小学校中学校になると困るってことはあんまなくて単にあのそのどの単語を喋るかどれが適切かっていうのにその判断するまで多分他のネイティブの子供よりは時間かかるっていうことなんじゃないかなと思いますけどもえ、さっちゃん頑張れって一言だけ言ってほしいですお願いしますはい、さっちゃん頑張ってください え、デリヘル開業が夢で現職ブラック企業をやめます。副業でデリヘルドライバーもしてますが、副業のデリヘルでバイト、社員になって短期間でノウハウを学んで独立。に。昼食をファイト企業に転職して副業を続けてお金が貯まったら開業。どちらがいいでしょうか大学院卒ですが、貯金は50万ほどなので開業資金はまだありません。えっと、2番の方がいいと思います。大学院卒であれば、きちんとしたお金もらえると思うので、で、ぶっちゃけあの、その、あの、自営業で重要なのは貯金です。 あの、自営業って結局あの、ある程度お金がないと、うまく回んないんですよね。で、あの、要は、ある程度お客さんがついたり、広告宣伝用を払って、低空飛行をやって、で、だんだん支出より収入が多くなって、何とか回るんですけど、それまでに1年かかるのか、2年かかるのか、3年かかるのかっていうので、3年やってたらうまくいかん、くかもしれないけど、2年でそのこ、あの、お金で尽きちゃいましたって言って終わっちゃう場合があるので、なのであの、手元のその資本金っていうのは大きければ大きいほど、 生存確率高くなるので、なので、あの、ちゃんとお金の儲かる仕事をした方がいいんじゃないかなと思います。えー、私は東京都内の公衆浴場の銭湯で制御をしております。有力さん的に今後の銭湯の未来どうでしょうかかなり厳しいと思います。その、恥ずかしがり屋や,やプライバシーを気にする人が多いのと、お風呂のない家っていうのが、 なかなかない状況になってるので、多分、あの、その、あの、スパだったりとか、その、あの、要は温泉だったりっていう、その、お風呂という日常ではなくて、エンターテインメントっていう形に変えていく方向の方が安全じゃないかなと思います。最近はその、サウナが割と流行ってたりするので、まあ、ちょっと特殊なサウナだったり、サウナ複数置いてみるみたいな感じで、その、エンターテインメント方向に投資する方が、まだ報われるんじゃないかなと思いますけども。 飲食で働いている社会人2年目です。特にピクチャーア,アルバイトなので今何々じゃないとか言われ、空気やその人のそれぞれのやり方、タイプなどをうまく汲み取れず2年目でもずっと来られています。以前似たようなスパチをされていた人に兄弟がいないタイプだとひろきさんおっしゃってましたが、私も同様に一人子です。根気よく続けていけば治るものなのでしょうかアドレスください。はい。治ると思います。もう慣れの問題なんで。 あの結局、あの、大勢の人の中での自分のポジションの取り方っていうのって、あの、まあ、あの、長年やってった人の方が、やっぱりそこら辺の、その空気感が読めたりっていうのがあったりするので、なんで、慣れの問題なのと、うまくやってる人の真似をしてください。あの、下手に自分のやり方っていうのは、あの、続きするんじゃなくて、うまくやってる人のやり方をひたすら真似する方が、成長が早かったりします。 え以前質問させてもらいました芸人です。私も筋トレにハマってしまいまして、筋トレの日々なんです。お笑いより筋トレにハマってしまいます。私は何なんですかうん、筋トレで金が稼げてればいいと思うんですけど、筋トレで金が稼げてなくて、お笑いで金が稼げてるのであれば、多分、あの、税務署に申告するのは芸人になると思うんですけど、ただ残念ながら芸人ではありながら、今このコメントでお笑いの要素が全くなくても笑いもないので、 多分あの、芸人として税務署に自己申告するのもきついと思うので、多分職業 YouTuber って言った方が、現実に適切、なんか、現実に合ってるんじゃないかなと思いました。えー、彼女と付き合って5年経ちますが、4年セックスレスです。性格は合うのですが、一生そういった行為がないと家庭下も結婚してもしょうないでしょうか子作り双方同意見で対外受精を考えています。別に問題なんじゃないですかあの、相手の方が OK だったら、相手がそれ嫌だって言ったら揉めると思うんですけど、相手が OK だったら何の問題もないと思います。 えー、夫は怒ると死ねと口にします。私に対して無能を足かせ頭が悪いというのは事実なので言っても構わらないのですが、死ね消えいろは間違ってると思います。同僚にも電話で怒鳴って死ねと言っていました。死ねという言葉は言っていけないと分からせるにはどうしたらいいでしょうかえっと、録音してください。で、あの、録音して、その裁判所まで行かなかったとしても、あの、ある程度その、 何かのトラブルを起こして、例えばじゃあ,あの、警察にか殴られたとかで通報して、で、あの、こういうのを日常的に言われてるんですよってなった時に、警察にめちゃくちゃ怒られると思うんですよね。なので、要はあの、自分がやった行為が悪い行為だと思ってない人って、本当に悪い行為だよっていうのを第三者に言わせた方がいいと思うんですよね。 で、あの、奥さんのことをもう下に見てるので、その無能とか足かせとか頭も悪いとか死ねとか言っちゃうんですけど、んで、下に見てる人がいくら何を言っても聞かないんですよ、そういう人って。なので、その警察だったり裁判所だったりとか、もしくは会社の人だったりとか、近所の人だったり、第三者がそれは良くないよねっていうと、あ、自分がやってることは悪いことなんだって気づくと思うので、多分気づいてないんだと思うんですよね、自分がやってることが悪いって。なので、あの、それが分かるようにした方がいいんじゃないかなと思います。そろそろ終わります。 え現在アニメ企画会社新卒4年目です。1年目に某有名少年誌、えー、とかける有名スタジオの企画を1年目に成立させ、発表に向けて準備しています。また3年目には某有名スタジオと有名監督との原作もの、かっこそんなに有名ではないの企画と進行中で、同じスタジオでオリジナル企画も進行中です。ただ一生アニメ業界で働くのも精神的にきつく出版社のライツを希望しています。こんな経歴でも可能でしょうか必要なスキルがあれば教えてほしいです。全然ありじゃないですかむしろ多分、重宝されると思いますよ。 要はあの出版誌の企画っていうのはアニメスタジオ側から通したっていう経験なので、そのアニメスタジオってこういう企画書を作ると通りやすいよねとか、こういうふうにお金引っ張れるよねっていうのがあったりするので,で、最近だとあの要はアニメスタジオとかじゃなくてネットフリックスがお金引っ張った方がいいよねってあったりするので、なんでその出版社として企画書を作ってネットフリックスに話持ち込んで、でスタジオに発注するみたいなので、発注の仕方とかの進行管理とかも全然できると思うので、なのであの上流である出版社のライツに行くっていうのは全然ありなんじゃないかなと思います。 やっぱアニメ会社で働くと給料低いので、なかなか長期的に暮らすの厳しいですからね、出版社でライツがあるような出版社は一生食いっぱがれることないんじゃないかなと思います。 えー、中古一貫校、高校中退検討中です。将来は外資系企業、海外就職をしたいです。海外 MBA や USCPA も就職したいです、えー。公認取得後、慶応技術大へ向けての受験勉強、留学、就職に向けて語学力の向上、CPA に向けての勃起習得を考えています。人と話すのは好きで中退に覚悟があります。続けてもメリットはないように感じます。中退やめた方がいいのか、下たのいいのか、助言をお願いします。 えっと学校通ってればとりあえず卒業できるので下手に公認試験の勉強をするぐらいだったら今から大学の勉強をすればいいんじゃないですかえっと高校1年か2年か分かんないんですけど僕の知り合いで高校2年の段階であの四谷大塚の模試で1位になった人がいるんですよね。なので 1> あのまあ高1の段階から多分あの大学受験の勉強しててで高2の段階でほぼ完璧な状態になってでまあその人東大の離散に行ったんですけどなのであの大学受験の勉強っていうのをいかに早くやってる いいいっった方がいいかっていう話なんで今のうちから大学受験の勉強をして模試を受けてほら慶応受かるよねってなっといた方がまあお前らバカなんか相手にする気はなくて俺は2年後に慶応に行くよねっていうのが、まあ、模試でほぼ確定するわけじゃないですかなので慶応に行くというのが目的であればさっさと大学に受かるための勉強をすればいいと思うんですよで今公認の勉強をするとその時間完全に無駄になるんですよではその高卒認定試験の勉強って 無意味じゃないですか。大学受験の時に。まあ一応役に立つ部分もあると思うんですけど、なので、あの人生の時間というのは限られているので、ちゃんと大学入から勉強した方がいいんじゃないかなと思います。 コマ、えー、は24歳、社会人3年目で相談なのですが、今仕事でトラックの自動車整備フロントをしています。女子のパワハラがすごいのとサービス残業が多い、かっこ60時間縛りのところ、約2時間残業なので、60時間サービス残業で転職を考えているんですが、6年生の大学で薬剤師の資格を取って31歳で再就職しようかと考えています。現在の年収は500から600万くらいです。31歳で再就職ってどうでしょうか落す着ぎる再就職に結婚面で考えてポファンデスアドバイスをお願いします。薬剤師の免許があると、とりあえず薬剤師の免許だけ欲しいところで、 そのあの、松本清みたいなやあのドラッグストアとかって、あの薬剤師の資格持ってる人が欲しいっていうのがあったんですよね。要は店舗を作るときに、薬剤師の資格を持ってる人を常駐させないと、新規の店舗作れませんみたいなのがあるので、なので、あの未経験でも何でもいいっす。もうあの資格さえ持ってるゃいいっすっていうので、採用っていうのがあったりするので、なので、の薬剤師は取っちゃった方がいいと思います。 41歳市役所の公務員で3歳の女の子がいます。メンタル給食をして寛解しましたが、それ以来実の親の干渉が厳しくなり、自宅に来て毎週末にお説教をされ、私が切れたら来なくなりました。孫には会いたいようで、週末になると妻が私の実家に訪問しています。えー、会うと怒鳴り合いになってしまい子供の発達に良くないので、それはやましいですが、今の状態から普通の親子関係に戻る方法はありますかえっと、月に1回だけ戻るようにしてください。 で、あの、切れたら帰るっていう条件で、まあ、どっちかがね。っていうので、あのじゃあ、また来月、なんか、どっちかが切れたら、あ、じゃあもう帰ります、また来月っていうので、1ヶ月に1回っていうので、試してみればいいじゃないでしょうか。<laughs> えー、現在、国家公務員一般職として働いている24歳です。基本給19万弱ですが、日本の将来が不安で、いざ辞めたときに独立で生きる何かしらの資格を取りたいんですが、おすすめの資格ありますかというか、ひろきさん的に公務員の将来どうなっておりますかえっと、日本の将来が不安というのであれば、外国語喋れるようになった方がいいと思います。 で外国語だとまあ,あの今の日本人だと英語が一番簡単であの仕事も多いと思うのでひとまず英語をやるといいんじゃないかなと思います。 え先ほどの建築の話で、先ほどはサブリス契約でした。まさに来てるのが D 等ーケ選択です <laughs>。一応僕の意見も通るみたいなので何か一瞬する意見からも教えていただきたいです。えっと、その,あの D 検択だとあのググればその家賃下げられたっていう話いくらでも見つけるので、D 検択であのググってそのあの家賃保証って言うといてこんなに下げられて苦労してますとか揉めてますっていうのをいっぱいあの印刷して <laughs> 持ってってください。はい、そのものズバリすぎてちょっとびっくりしました。 えっと、えー、始めました一日一アイディアを生み出すウォンバットといいます。最近 YouTube 始めました。一日一つ新しいサービスを考えて動画にしてるんですが、視聴数とチャンネル登録数がなかなかありません。昨日まで28日連続投稿しています。何かアドバイスをもらえないでしょうかえっと、多分あの、誰も見たいと思わないんじゃないですかその、何かを成功させた人が一日一個アイディアを出すっていうのであれば、興味あるし、やると思うんですよ。例えば、じゃあ、その、なんかあの、 なんかそのビジネスで成功してますっていうのでなんかあの前澤さんみたいな人がなんか一日一個ビジネスのアイディアを言うよとかだとそれなりに成功した人だからきっとなんかそれなりのなんかあの意味なること言うだろうと思うんですけどその何らかしらの成功したことがない人のアイディアってあの単なる妄想に過ぎないと思うんですよね。そのなんかあの 俺の考える最強超人みたいなのを書いてたとしても、うん、それで何かって話なので、なので、その、もしアイデアで売りにするんだったら実績を出した方がいいと思うので、一日一個サービスを考えるんじゃなくて、本当にいけると思ってるサービスをちゃんと自分でその実現させて、ほら、面白いでしょうとか、こういうアプリで売り上げこうなったんですよっていうので、その現実の話にした方がいいんじゃないでしょうか。 えー、ひろゆきさんはベーシックインカムの導入を提唱していらっしゃいますが、どういう政策的ビジョンの下におっしゃっているのか情報が集まりませんでした。そこで少し前に維新の会がぶち上げたベーシックインカム政策について、ひろゆきさんの評価をお聞かせ願いたいです。私としては、金流れフローよりも積まれている資産ストックに課税するという考え方は、ひろゆきさんの考え方に近いと思いますが、どうでしょうか。えっと、維新の会のベーシックインカムって、詳細が出てたようでいまいちわかんないですよね。で、僕、そのベーシックインカムの導入は、まあ、高齢者の反発バイブで難しいと思っていて、なので、結果として、その、あの、 生っぽう生活保護をもらう人が大量に増えすぎちゃって、その人口の2割が生活保護をもらってるから、もうこれベーシックインカムの方がいいんじゃねっていうので、なし崩し的にベーシックインカムにするっていう方が、多分実現としては早いんじゃないかなと思ってるので、なので、あの、生活保護をお勧めするっていう方向で、ベーシックインカムの実現に向けてるっていう感じですね、今は。はい。 あのー、その,、まあそのえっと、ベーシックインカムを今提唱してる系の人たちがあのじ言ってるパターンでもともと僕はベーシックインカム反対派だったんですよ。で反対派だった理由としてはそのなんですよねなのでそのアメリカとかってそうなんですけど骨折しました「はいじゃあ100万円ください」で払えないんだったら「うんじゃあ折れたま暮らせば」っていうので折れたまま暮らせるになっちゃうんですよ。 で、虫歯ですとかで、じゃあ虫歯治すんだったら20万円ねっていうので、じゃあ20万円払いになったら一生虫歯で苦しめばっていうので、で、あの、まあ、虫歯治らないでずっと痛いから、じゃあその痛み止めとかっていうのをずっと飲んでて、そのうち痛い目が引かなくなってドラッグに行っちゃってっていうのがあったりするので、なのでその、その社会保障っていうのは割と僕は重要だと思うんですよね。 なので、その社会保障を残した上でベーシックインカムにした方がいいよねっていうので、ベーシックインカム案っていうのをニコニコ大百科で調べてもらえば僕が、あの、僕たちが考えた案があるんですけど、っていうので、その社会保障を残した上にした方がいいと思うんですけど、その,あのアメリカだとオピオイドっていうのの,あの中毒者がいっぱいいるんですけど、で、その、 何の発祥としてるえっけ、と、例えば、竹中平蔵さんがベーシックインカムって言ってるんですけど、で、あの、その、パソナの会長だったりして、あの、パソナがなんか今年最高益だったらしいですよね。そのオリンピックだったりとかで、あの、まあ、ま、あの、あの、あとコロナでなんかあの、 えっと、持続化給付金を配る団体みたいなのを政府から受けて、で、あの、何百億円かなんかをこう、もらって、全部丸投げして、自分たちは何もしないけど、なんか、何十億円か利益上がりましたみたいなことやってたりするんですけど、で、あの人が言ってるのが、その社会保障をなくした上でのベーシックインカムなんですよ。なので、なんか、今、ベーシック、 インカムを実現させようととするとその社会保障ありのベーシックインカムと社会保障なしのベーシックインカムっていう二つが同時に議論が落ちきちゃってて多分社会保障なしのベーシックインカムになっちゃう気がするのでなのでそれだったらその社会保障なしのベーシックインカムに乗るぐらいだったら生活保護を増やすっていう方が多分その社会保障ありのベーシックインカムの方に近くなるんじゃないかなと思ってたりします 39歳女ネイルサロン、アイラッシュサロン2店舗経営、自分も技術者としてサロンワークをしています。えっ、ー、と、歴15年、新しく会議アドバイザー、外注マネージャーを始めると思いますかどう思いますか会議アドバイザーコンサルタントはたくさんいますが、Google で調べると外注マネージャーをやってる会社はネイルっ1一つありましたが、アイラッシュでは私が調べた限りはないみたいです。まあ、ひとまずサイト作ってやってみて問い合わせが来るかどうか試した方がいいんじゃないですかね。僕にお金を払うよりは。 まあ今どきなんかあの物調べる人って大体検索すると思うので、なので、インスタグラムとか、ああサイト作った後、インスタでアカウント作ったりして、こういう感じでやってますっていうので、問い合わせが来るんだったら、一回その,あの副業としてやってみるっていうので、広げていけばいいんじゃないでしょうか。 えー、フランス語を始めて10年超、日仏夫妻夫婦なのですが、自分の余暇の時間や2歳の子どもをバイリンガーにすることを考えて、今後、2つ研究やデルフの C1 をやろうかと思ってますが、面接が超苦手です。2つ研修1、デルフの米安所持、えー、支援対策向けロープレをしまくるほか、心理的な心構え以外で面接を攻略するほうがありますか、子どもをバイリンガーにしたいのは、子ども将来の可能性を広げる以外にも、日曜になると大人なんてから学習した言語は理解できなくなるという研究を見て、将来、夫婦間や子どもとの一つが不安になったためです。 えっと、バイリンカルになったとしても、あの、一番最初に覚えた言語しか喋らないらしいですよ。なので、あの、認知症に関してはどうしようもないと思います。で、あの、僕は、あの、デルフとか受けたことないので面接わかんないんですけど、あの、別に、あの、何度も受ければいつか受かると思いますよ。あの、その、あの、えっ、ー、と、デルフっていう、あの、フランス語の、あの、なんか、これくらい喋れますよって言いますけど、で、なんか50、50%取ればいいですよね。なので、半分間違ってもいいんですよね。 なので、その、他、試験って割となんかン0くらい、あの、合格あの、点数取らないと受かんないよねっていうのが多いんですけど、デルフって半分間違えてもいいっていうので、なので、あの、何度も受ければ、多分いつか受かると思うんですよね。なので、あの、その、要は面接を何度もやってないから不安になるっていうのがあるんですけど、もう面接10回目ですとかになると、どういうこと聞かれるってわかると思うので、なので、あの、何度も受けるっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。 23歳、土木業のものです。土木業は5年目ですが、未経験、無資格で IT 系に転職を考えていますが、大丈夫でしょうか転職予定までは5ヶ月間なので、勉強に費やそうと思ってます。えっと、予定ってことはもう転職が決まったのかななんか、あの、転職で5ヶ月先って相当ないと思うんですけど、受かってるんだったりと思うんですけど、で受かってるんだったら、転職先に聞いてくださいあの。何覚えたらいいですかって。 えー、生後10ヶ月のバーチャルです。老若男女を問わず応募できる ABEX の VO d に参加したところ、男性が合格しても女性アバターになるという説明があり、男性がほぼ脱落しました。私は系列配信者事務所で活動できるようになったので、仮面姿で VTuber 準備中として、潮派ラジオ番組をしたらライブも同期と3回ほど開催しました。そろそろ準備期間で1年になるのでデビューを検討してますが、バビンニクでの活動にまだになっています。リョウキさんがバビンニクにしたらどんな配信をしますでしょうか。うん、さっさとやれば。 <laughs> えっと、あの、準備期間とかいらないと思いますよ。<laughs> あの、まず始めても基本、あの、登録者数増えないし、誰も見てくれません。で、その中で、どう試行錯誤して登録者数を増やしていって、ファンを増やすかっていうのやらなきゃいけないので、<laughs> 準備期間1年とかマジ無駄なんですよね。<laughs> そんな時間あるんだったらさっさとやれって話で、ね。で、あの、えっと、残念ながらバビ肉というか、男性でうまく伸びた人って、 あんまりないですよね。あの、獣耳のおじさんとかも結局もう自分ではあんまりやらなくなってしまったので、ね。なので、あの、もうバレバレだけど、ネカマをひたすら語るとかっていうね笑いの方向に行くしかないんじゃないかなと思いますけども。 えー、ひろゆきさん、こんにちは。30代男性、フリーザです。先日、えっ、ー、と、戦争を探していると聞いたら変な人です。ひろゆきさんのアドバイスのおかげで、チアシードかっこ、白と黒を手に入れました。チアシードはお酒と相性が悪いようなので、お酒とは別にバリバリ食べた後にナメック製の天然水に流し込んでいます。すぐにお腹がいっぱいになり、気が高まりました。これからも地球人に笑顔とデスビームで誰かが元気に出るように、YouTube 配信に気合れり的いきます。ありがとうございました。もう質問でも何でもなくて、もちもないっていうね、謎の。 えー、先日の JOC の経営部長の事件についての考察を聞かせてください。やはり過去に女性を引き殺して鑑定会見し、現在フランスのオリンピック誘致の贈収賄事件の捜査,でる捜査に協力した高田元会長の贈収賄疑惑と関連があるんでしょうか。多分ないと思いますけど、その、結局あの、今あの、1日35万円のディレクター報酬みたいなのをね、揉めてるんですよね。 あの、東急エンジェシーっていうところが、あの、オリンピックの、あの、開催準備みたいなのでお金もらうことになったんですけど、で、その、ディレクターが本番1日35万円で、で、あの、準備用のディレクターの人っていうのも1日20万円もらえて、で、さらに、そのなんか、なんか別の業務で20万円もらうみたいな人がいて、で、これ実は1人でもやれますよみたいなのがあって、そうするとなんかね、1人85万円みたいな、1日ね <laughs>。で、それがね、40日とかなので、 なので、あの、なんか、2000万ぐらい1ヶ月で稼いじゃうみたいなことになるっぽいですよね。で、それはさすがにまずいでしょうみたいなのを言ってて、で、国会で、あの、これはあくまで参考科学ですみたいなのが書いてあったけど、あの、参考なんだけど、一人とかって、あの、単価とか書いてあるので、いやいやこれ参考じゃねえじゃん、人数書いてるじゃんみたいなので、かなり突っ込まれてるんですよね、国会で。で、っていうのもあって、多分その、一応国の税金が入る以上、後から調査が入った時に、その、 要は、嘘ついてると、刑事罰になる可能性があるんですよね。だから、その、もともと、その、あの、議事録としては、こう決まりましたってあるんだけど、ただ、議事録は隠されてるから、表向き国会とかで適当に嘘ついてて、いや、これ一人って書いてあるんですけど、実は十人でやるんですみたいなこと言ってると思うんですけど、でも、議事録に一人で、実態としても一人がやってましたってなると、お前嘘ついたじゃんってことになっちゃうんですよね。っていうのもあって、あと、その、まあ、贈収賄疑惑っていうのがあって、その、あのね、 加納五郎なんとかセンターっていうあの、まあ、あの柔道を作った加納次郎さんの名前を作ったセンターっていうのがあるんですけどでそ,こにそこと,あと,あとあの元電通の幹部だった高橋さんっていう人の会社に合わせて9億円ぐらいオリンピックの事業所から振り込まれてるんですよね組織委員会から。でその9億円のうちの何割かっていうのがその加納次郎センターに振り込まれたんですけどでそこの,かあの加納次郎センターの代表理事があの森本。 首相なんですけど、で、そのカノーチゴロセンターが去年、あの、生産して亡くなったんですよ。なので、その何億円もお金を受け取ったんですけど、亡くなったんでわかりませんって言ってるんですよね。今 <laughs> その、何億円のお金を渡しました。で、その中国、カノーチゴロセンターは何に使ったかわかりません。でももうなくなっちゃったんでわかんないですって言ってるんですけど、あの、経理部長は振り込んでるからわかってるじゃないですか。<laughs> あの、どこに振り込みましたとか、じゃあ、振り込むときに、その、どういう議事録があって振り込むか。要は何億円も、経理部長が勝手に振り込んだらまずいから、その、組織委員会の誰かに、ここにいくら振り込むって言われてるはずなんですよ。言われてなかったら、まあ、経理部長が独断で振り込んだことなんですけど、っていうのがあって、それ誰がやったのっていうのを、その、会計検査員とかが仕事することになるんですよ、今後。で、そうすると、嘘をついて、刑事罰になるか、闇に葬られるかっていう二択になっちゃうんですよね。 で、家族もいらっしゃった方なので、あの、秘密を守ったまま自殺をされるという選択をしたのか、まあ、そういう状況なのでうつ病になってしまったのかわからないですけども、まあ、とりあえず、あの、自殺という手段を選んだということだと思います。はい。 去年もあの、森掛事件っていうので、あの、赤木さんっていう、あの、直接その改ざんをした人が自殺をされてしまって、で、ただ死ぬ前に、その自分がやったことはこういうことですよっていうのをちゃんと書いた赤木ファイルっていうのを、その、あの、財、金畿、財務省近畿なんとか局に一応残してたんですけど、その赤木ファイルっていうのあるよねって言われてたんですけど、で、えっと、今年の3月ぐらいまで赤木ファイルなんてねえよって言ってて、で、裁判でちょっとあ あるののかかないのかはっきりしろやって裁判官が言ったら「調査中です」って言ってでその後裁判官にさすがに嘘つき続けるとかできないって言われて「赤城ファイルはあります!」でもまだ出せませんみたいなこと言って「おいおいなんで出せねえんだよ」っていう状態で今赤城ファイルの存在は財務省は認めたけどあ近畿財務局ねでも出せませんっていう状態なんですよねっていうのがあるのでその悪いことをした人の現場の人が死んじゃうっていうのは割とその日本は今でも起きてるんだなっていうのがあるので でちょっと前にその、あの、東大生が官僚になるのを避ける傾向があるっていうのがニュースになったんですよね。まあ、もともとその東大生って割と成績がいい人が、その国家の公務員になるっていうので、その優秀な人が国家公務員になるよねってなったんですけど、その優秀な東大生であればあるほど国家公務員にならなくなるっていうのがあって、まあ、それはそうだよね。<laughs> だって、なんか、あの悪いことをやらされて死ぬとか嫌じゃんっていう。あの、国家公務員の人って、給料低いんですよ。 その、えっと、一般的には、そのなんか、年収1000万とか、あの、20代とか30代もらえるんで高いんですけど、ただ、その、東大卒で、その、国民の一種に受かるような人だと、同僚とかが外資系行ってると、年収2000万とか1500万とか、ザラなので、 その能力があって民間に行ったらもっと金もらえるよねっていうところで、また国のために仕事をする方がいいよねっていうので、給料を低いながら頑張ってたりするんですよ。で、厚生労働省の官僚さんとか今叩かれてますけど、そのサービス残業しまくりで1日16時間働くとかもザラだったりするんですよね。 なので、それだけ民間だだってたらもっとすげえ給料になるよねっていうのがあるんですけど、でも国のためだと思ってやってるんだけど、国のためだと思ってたら特定の政治家を守るためにその書類を改ざんさせられて、で、さらになんかあの、これ俺が悪いことになってんじゃんみたいなことになって、なぜか自分が謝らなきゃいけないみたいになったりするんですよね。 っていうのもあったりするので、そりゃそんな仕事になりたくないよねっていうのがあって、その、あの、その東大で割と成績の良い,い人っていうのが、あの、公務員にならなくなってるっていうのがあったりするので、なんか、日本にとってはそだよねと思うんですけど、まあ、とはいえね、あの、政治は、あの、選挙でこう、通った人がやってて、で、選挙で通った人っていうのは、あの、国民が支持した人なので、なのであの、国民が選んだ結果はこれなのでしょうがないなと思います。最近だと、あの、立憲民主党の、 比例代表であの北海道で受かった人がなんかその未成年との,あの性行為っていうのをいかがするかっていう議論をしてる時になんかあの56歳の,その政治家の人がその50歳の俺が14歳の人と同意をもらってその性行為をして逮捕されるとかおかしくねとか言い出していやいや同意もらっててもおかしいだろっていうツッコミが入ってるんですけどいやその未成年であっても同意があったとしても性行為をした場合捕まえますよっていうのはその 未成年の場合って正しい判断ができない場合が多いんですよね。でじゃあ僕が14歳でした。でそのじゃあその56歳の人が同性愛者のおじさんで、でその僕が無理やりやらせますと。 で、その、そもそものこれで同意したって言っとけば、怪我しないけど、同意したって言わないと、あの、めちゃめちゃ怪我させるよとか、その、家族に危害加えるよとか言われたら、分かりました、同意しますって多分言っちゃうと思うんですよ。で、それ録音してたら、同意しました、なっちゃうじゃないですか。 っていうのがあるので、その未成年の場合は、そこを守るために同意書があったとしても、犯罪として扱いますよっていうのが、その、あの一応日本としてはルールがあったんですけど、あのそれなんとか撤廃したいっていうのを、その立憲民主党の人が言ってるみたいなのがあって、で、その比例代表で受かってるのでその、その人に投票した人はいないんですけど、比例でなんとなく立憲って書いた人が、みんなその人に投票してるのと、本質的には一緒なんですよ。 なので、まあ、のまあ今年の,あの秋ごろに選挙があると思うんですけどもしその議員があの比例代表でもう一回入ってるとしたら僕立憲はかなりきついと思うんですよね。いやその,あのその小選挙区だったらもうその人のこと嫌いであればいいし別にあの投票しなければいいんですけどその比例代表で立憲民主党って書いた人がいればいるほどその人が政治家として受かっちゃうっていうのがあるので。 なので、なんか、はその叱責なしで、結局、あの、その後になんか良くないよねっていう厳重注意みたいになったと思うんですけど、少なくともその比例の方には公認しないぐらいのことをしないと、多分、日経民主党は今年の秋は負けるんじゃないかなと思います。あの、結局のところ、サイレントマジョリティがどう動くかで、多分、政局って変わっちゃうんですよね。あの、自民党をガチで支持してる人って、日本人の2割ぐらいしかいないんですよ。 2, 2割ぐらいしかいないんですけどただ選挙の結果として6割は自民党の政治家が受かってで、まあ、6割が自民党だから日本は自民党の政治家がコントロールしますよってなってるんですよ。 なので、あの、本来であれば、その、8 0の人たちって別に、あの、自民党に投票したいと思ってない、もしくは、まあ、自民党投票しようと思ってるけど、選挙行ってないっていう人なので、なので、その、サイレントマジョリティがどう動くかなんですけど、さすがに、その、なんか、14歳とそういうことしたいって言ってるやつにだけは入れたくないよねっていうのは、まあ、あの、子供がいる人だったら分かると思うので、なんか、そこは僕はちゃんと何とかした方がいいんじゃないかなと思ってますけど、まあ、別に、あの、立憲民主党支援派ではないんですけど、はい。 お酒って美味しいのアルコールは基本的に毒なんで美味しいわけではないですね。あの、まあ、アルコール、その、スピリタスっていう98%のお酒とかあるんですけど、98.8かかな。で、それ飲んでみると、その、ほぼ純粋なアルコールの味がわかるんですけど、基本、クソまずいんですよ。まあ、その、アルコール美味しい、お酒美味しいって言ってる人が、じゃあ、スピリタス飲んで、マシュめって言ってたら、それは僕の考え間違いだよねって話なんですけど、基本的にアルコール自体はものすごくまずいものなんですよね。 でそのものすごくてまずくて苦いものっていうのを飲みやすくするためにそのまあ飲みやすい形で醸造したりとか発酵させたりっていうのでそのビールだったりワインだったりまあ日本酒だったりっていういろんなアルコールっていうのがありますよっていうのでなので基本的にはそのまずいものをいかにおいしく召し上がれるようにするかっていうその加工の技術の話でこうお酒がおいしいかどうかっていうのになってると思うんですよね。 タバコが美味しいかまずいかみたいなのも一緒で、タバコもあの基本的にその煙なんで味がないんですけど、でもそのタバコ水に吸わせてみると、なんかあのキャスターは美味しいけど、なんかあのちょっと丸ボロはまずいよねみたいな、なんかこだわりがあったりするんですよ。僕なんでも美味しくもらえるものをいただきますけど、はい。 えー、国立大学科学系院卒からデータサイエンティストにキャリア人にしたものです。データサイエンティストの3つの構成要素はデータサイエンス力、数学や統計、エンジニア力、ビジネス力だよって言われてますが、データサイエンティストの資格を持っているユーさんはこの考え方は正しいと思いますが、えー、またこの考え方でビジネス力を鍛えるのはなかなか難しいなと思ってるんですが、どのように鍛えるといいでしょうかまた他に大事な要素はありますか別にビジネス力なんかいらねえんじゃねって思いますけど。あの、まあ、普通の会社ってその営業してくれる人とそのエンジニアっていう2チームに分かれてるので、 なので、あの、ちゃんと、その、営業力のある人がいれば、別にビジネス力いらないと思うんですよね。その、自分自身で会社を作って、その、うち、じゃあ、こういうあの数字いじって、こんな結果出せますよ、みたいな、その、提案書を作って提案するとかであれば、ビジネス力はいると思うんですけど、もう、素直に、エンジニア力さえあれば、なんとかなるんじゃないかな、と思ってますけど、まあ、その、データサイエンス力とその、エンジニア力が、なんで分かれてるのか分かんないですけど、ただ、あの、結局、その、なんかあの、 机上のデータサイエンスで言われるような作業ってそんなに、その、あの、要はあの、データがあります。これをうまく、なんかあの、こういじってみて、いい結果を出す形の、なんかあの、結論を出してくださいっていうの,いうのが、ま、あの、その、気象ではやれるんですけど、実際問題、あの、使わなきゃいけないデータっていうのが、その、きれいに機械が読め込めるような状態になってないことが多いんですよね。 なので、結局その、あの、正規化と言われる、そのなんか、データをきれいにして、コンピューターが読みやすくする作業っていう、割とそのなんか、あの、肉体労働というか、そのなんか、落ち穂拾いに近いような、そのま、あの、例えば、本って、あの、ま、出版するときに、その、字脱字を一生懸命探す構成さんという仕事があるんですけど、 っていう感じで、そのデータサイエンティストです。なんかもういろいろなミドルウェアとか使って、そのエンジニアとしてすごい頑張ります。めっちゃ給料もらえます。みたいな話になるんですけど、実際問題やってみるのって、その必要なデータの中で、いや、このデータ使えねえだろっていうのを弾くみたいな作業だったりするんですよ。 例えばその全部英語だと思ってたら、その中に一人だけ中国人が混じってたせいで、その文字コードを中国語で認識し,てしまって、その文字化け大量に起こるとか、そのなんか全部こう英語だと思ってたら、実はその中になんかドイツ人が混じってて、なんか変な記号が入っちゃって、その記号のせいでそのなんかあのカンマが読み込めなくなっちゃって、なんかデータが壊れちゃうみたいな、なんかあの予想してないことって結構あったりするんですよね。 要はあの、普通にじゃああの、住所名前、電話番号って書いてあると思ったら、その、住所の欄と電話番号を間違えて書いちゃった人がいて、そのなんか、住所としてこう取り扱っていたら、なぜか数字だけの謎の住所が出てきて、いやいや、これ電話番号だったわ、みたいなのをこう、手で入れ替える、みたいな。 で、その名前の振り柄なんかないとか、名前と名字逆にしてるとか、なんか男女の性別逆にしてるとか、そのなんか、なんか最近のおしゃれ性別みたいなので、なんか男、女、答えたくないみたいなことになって、その、そもそもデータとして性別に答えたくないは男として扱うのか女として扱うのか決まってなくて、なんか不思議な結果になっちゃったみたいな、っていうのがやたらいっぱいあるんですよ、世の中って。なので、あの、結局そのなんか、 あの、プログラムを組んで物事うまくいくよねっていうのだと思ったら、その前のデータをひたすら見て、これエラーが出たから、このエラーが出たら、このデータが間違ってるから、このデータを直すみたいな。っていう、あの、細かい作業が多いので、なかなかあの、思い通りにこう、簡単な感じにはならないんで、まあ、高級もらえると思いますけど、頑張ってください。 え、新卒です。有給理由を部署全員にメールにて解除され、非常な不快な気持ちになりました。人事に聞くとその部署の態度はあり得ないと言われました。これは労働基準法違反ですかえっと、労働基準法違反とまでは言われないと思いますけど、ただ、あの、そのプライベートな情報で解除するべきでないものを解除した場合であれば、 その、労働基準監督者から怒ってもらえる場合はありますけど、ただそれだけをもとに労働基準法違反っていうのは難しいと思うので、多分その上司の上司とかに言って、その上司にペナルティが起こるようにするぐらいが妥当じゃないかなと思います。要はその人事部の方でおかしいよねってなってるのであれば、多分上司の上司に言うと、あのその人確かに間違ってるよねってなると思うんで、なんか謝るな、なんでしてもらえる可能性あるんじゃないでしょうか。 えー、東海オンエアの哲也さんどんな印象でしたかあの、アマンガースっていう、あの、まあ、宇宙人狼と呼ばれるゲームで、その、東海オンエアの哲也さんとかだったり、あの、はじめ社長さんだったり、まあ、赤髪の友さんだったり、カノエコさんだったり、あの、クイズノックの方々だったりとか、まあ、いろんな方とゲームをしたんですけど、で、その、東海オンエアの哲也さんと、あの、はじめ社長がほぼ初心者だったんですよ。 で、まあ、人狼ってゲームやったことある人はわかる、人狼とか漫画や,つやったことある人はわかると思うんですけど、ある程度その、なんか、定石的な動きだったり、こういうことするとバレるよね、みたいなのとか、まあ、ある程度その、まあ、ある、こうゲームをやったらこれはしないよね、みたいな勘どころみたいなのがあったりするんですけど、あの二人がなんかね、そこのね、勘どころをつかむ能力が高いんですよね。 なんかその、初心者だったら普通ここ引っかかるよね、みたいなところ結構引っかからなかったりとか、あとその、これ俺じゃないよって、その、まあ、あの、狼側で嘘をつくときにも、その嘘が上手いんですよね。まあまあ、確かにそういうのはあり得るよね、とかっていうので、なのでその、あの、ゲーム自体をそんなにやったことなかったとしても、なんかこのゲームってこういうゲームでしょだからこうやって動けばいいんでしょっていう、 その中で、ね、当たりをつける能力が結構高かったんで、そういう意味で面白いなと思ったんですよね。あのー、その3時間ぐらいゲームをやって、で、最後が、えっ、ー、と、はじめ社長さんがそのインポスターっていうあの、まあ、あの、狼側だったんですよ。で、あの、狼側になったとしても、そのあの、まあ、ま、負けて死んじゃったとしても、実は嫌がらせはできるっていうそういうゲームなんですけど、で、そこでなんかあの、その死んだ人同士の天国の中で、あの、こうやってやった方がいいよみたいなのを聞いて、やったりみたいなので、その中、 物事を吸収する能力とかも結構高いので、まあ、やっぱりなんだかんだ言って、あの、容量が良くて、その、波に乗れるタイプの人、まあ、結果としてその、YouTube でうまくいってる人って、まあ、何やらしても、その、ある程度はこういう感じなのね、じゃあこうやったらいいんでしょう、みたいな、なんかその、波乗り能力が高いんだな、って気がしました。なので、多分なんか、他のゲームでなんかみんなでこれ流行ってるよね、っていうのを多分やった時も、それなりの成績取れちゃう。 そのなんか勉強ができるとかとは別に、なんかその状況と空気を読んで、それなりの立ち回りをするっていう。だからその、ま、例えばそのなんかあの YouTuber の人で、こういう発言しちゃいけないよねとか、なんかこういうその緊急事態宣言の状況下で飲み会とか行っちゃいけないよねとかって、あの空気を読む能力じゃないですか。 別になんか、あの、飲み会プライベートでやる分には一人に迷惑をかけてないし、別にそれなんか、あの、身内の中でやってる分だから、別にそれ問題ないじゃんっていうのは確かに論理としては成立するんですよ。でもなんかそういう時に、あの、これは手出さない方がいいよな、みたいな危ない橋をちゃんと避けるっていう能力、やっぱそのヒカキンさんとかもそこら辺優れてるので、なんでなんかそういうその、なんかうまい波に乗ったりとか危ないところを渡らないみたいな、なんかあの、動物的感みたいなのがある人がやっぱりうまくいくのかなっていう気がしました。 あの、アメリカの兵隊さんで、ま、あの、基本みんな兵隊というか戦争経験ないじゃないですか、新兵さんって。で、その、新兵さんで生き残る率が高い。その、あの、まあ、あの、戦地に突然送り込まれて、生き、その、生き残ったりとか、その何かトラブった時に死なない生存率が高いのって、あの、運動神経が高いとかよりも、治安の悪いところで育った人の方が生存能力高かったりするんですよね。 その別にあの治安の悪いところで育ったから筋力が強いとかいう問題じゃなくて、そのま、例えばじゃあそのアフガニスタンで勤務になりましたっていう時に、その街の中にゲリラがいるかもしれないと想定した時に、こういう場所で撃ってくるよねとか、なんかこういう空気感ってちょっとなんか変なやつがいるかもしれないから近づかない方がいいよねみたいな、その 言語化しづらい、なんとなくの雰囲気ってあるんですよ。なんか、ま、言ってもわかんないと思うんですけど、その、バイク乗りとかでも、なんかここき、なんかちょっと気持ち悪いから、ちょっと真ん中の路線寄ってみようっていう時に、突然車がこう、バッと出てきたりとか、っていう感じで、そのなんか、なぜそう判断したかわからないんだけど、なんとなくそういう雰囲気みたいなのがあったりするんですけど、なんかその治安の悪いところで育った人って、そういう雰囲気をつかんで、治安のそのなんか、あの、危ないところを抜けたいみたいなのがあったりするので、 なんでなんかそういう人間力的なものも割とうまくやってる人はそうなのかなと思うんですよね。で、あの、か田さんとかエーペックスうまいんですよね。 その FPS っていう、あの、ま、あの人の打ち合いをするゲームなんですけど、割とそのなんかあの、雰囲気で、まあ、あの人だったらこういう動きをするよねとか、こっち側から打ったら普通こっち側から回ってくるよね、みたいな、実はその人間の行動を読む能力とかが、あの、上手い人が割と FPS ってかったりするんですけど、なんでなんかそういう能力ってゲームとかでもちゃんと出てくるよねって思いました。 え、夫の転勤が決まりましたが、それに伴い中学2年と小学3年の子供と一緒に置いていくか、単身赴任してもらうか悩んでいます。これまで3回転勤があり、その時は子供も一緒に転勤移動するという選択をしていました。子供も大きくなり、いつまで一緒に乗りすべきか悩んでいます。アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。えっと、 高校にどこに入るかで、ある程度その有名な高校に切り入れたいと思うのであれば、その有名な高校のある場所に行った方がいいと思います。なので、転勤先が東京であれば東京行った方がいいと思うし、で、ま、あの、地元が今東京にいて、なんかその、足立区とかに行くんだったら、多分東京に位置けた方がいいと思うので、なのでその高校をどこにするかっていうので決めた方が安全じゃないかなと思います。あの、転勤をして子供がついていくこと自体は別にあの僕は問題ないと思うんですけど、ただあの、 高校途中で変わっちゃったりすると、結構、あの、いい高校に入れなかったりするんですよね。要は高校2年で今すぐ入れるところに入りましょうってなると、あの、そんなにレベルの高くない効率に入っちゃうみたいなパターンがあって、それだけで結構その、その子の人生がなかなか大変になることってあったりするんですよね。 あの、未だに日本ってやっぱり学歴が結構重視される国なので。なので、あの、いい高校に行っとくと、まあ、いい大学入るのは当たり前だよねって空気になって、じゃあ大学行くわって言って、いい大学に入れたりするんですけど、あんまり良くない高校行っちゃうと、別にあの、大学とか行ってもしょうがないっしょみたいなのが結構多数派だったりするので、あんまり勉強しなくなっちゃうっていうのもあったりするので。なので、高校によって決めた方がいいんじゃないかなと思います。え、脇がではないですが、体臭が臭いです。緩和するにはどうすればいいでしょうか。なんかシャワー浴びたり薄着になればいいんじゃないですか あの、厚着すると汗かくので、一切汗かかないように薄着になって風邪ひいてればいいんじゃないかなと思います。えー、今別のひろゆきさんが出てる YouTube 見てたとこですよ。どんな人でも普段通りのひろゆきさんと面白いですね。あれですね。あの、有吉ひろゆきさんとかが出てたのを見てたんですかね。 え、人に期待しすぎてしまいます。特に会社の上司に人得があり、かつ仕事もできることを求めてしまい、それから外れると絶望します。また他の部下と仲良くして構ったりすると本当に嫌になります。家族でも友達でも人に期待しない方が幸せになれるのは頭でわかるので、どうすればできますか関わる人を増やしてください。要はその関わってる人数が少ないので、一人一人にめっちゃ期待するんですけど、例えばじゃあ会社で20人しかいないと全員覚えられるじゃないですか。で、100人まで行くともう覚えられないので、ああ、そんな人いたよねみたいな人もいたりするんですよ。 なので、その関わる人を一生懸命増やしていくと、多分覚えられきれなくなるんですよね。会社の人数増やすってなかなか難しいと思うので、でもその地域でじゃあ、そのなんかママさんバレーボールみたいなの入るとか、なんかその地域でやってるような活動とかに入ると、そこでもまた知り合い20人とかできちゃったりして、あとの近所付き合いでじゃあ、そのなんかあの近所のなんかあの何々町内会みたいなの入るみたいな、っていう感じであの知ってる人をどんどん増やしていくと、一人一人に対してそこまでその考えだったりっていうリソースが避けなくなるので、だんだんあのドライな関係になっていくんですよ。 っていうのがあるので、知り合いいっぱい作ってください。えー、あと7時間で修行式ですが、勉強が終わってません。一言ください。えっとあの音声で聞く分にはいいんですけど、あのこれ動画で見てるとあの宿題がどんどん遅れるので、あのひたすらあのどその音声を聞くだけでなんとか宿題やってください。 で、あの、学校によっては、始業式の時点では、まだ宿題提出って言われない場合があるんですよ。始業式は始業式で、宿題は次の日みたいなパターンとか、あの、最初の授業の時に宿題を出してもらってますみたいなパターンがあるので、なので、本当に9月1日が締め切りのものだけ先にやってください。あと、あの、例えば、3時間かかる宿題と、1時間で終わる宿題が3つあるんだったら、1時間で終わる宿題を3つを先にやってください。なので、 時間がかか、要はあの、何個忘れたかが重要なんですよ。で、1個忘れただと、あの、9月1日に行って、あ、持ってくるの忘れました。明日持ってきますが成立する場合なんですよ。でも、3つ忘れました、家にって言うと、お前やってねえだろって <laughs> 怒られる可能性があるので、なので、1個だけは9月1日にも、やってなくても明日持ってきますで、許される可能性があるっていうのがあるので、なので、すごく時間のかかるもの、1個だけはもうやらないって決めて、他のものを進めるっていうのも、 テクニックとしてあったりするんじゃないかなと思います。はいまあ、若いうちにこういう考えは知らない方がいいかもしれないですけどね。 えー、9月大阪府の岸和田丹尻祭りが2年ぶりに開催。伝統継承補助のため緊急事態宣言下であっても開催すると運営団体が断言。民間主体で行政介入もなく、市も無観客と感染対策の徹底を要請という提訴を示すのみ、えー。警察の警備あるものの街中で無観客飛行は、飛行でいいのかな、まあ、まず不可能。激しい運動と密でマスクを外し、大声に騒ぐクラスター必死の祭りです。参加者は市民の多くにも反対ファイるが、どちらずれ以降立場上ほのいない制限も様々なところに苦情を問い合わせるも効果なし、この暴挙にご意見ください。 僕も止められないと思うんですよね。で、あの、多分もう人類2種類に分けるしかないと思ってて、あの、気にしない人たちと気にする人たちしか分けられないと思うんですよね。で、あの、まあ、ヨーロッパのほとんどはもう気にしない人たちになってるんですよ。あの、まあ、ワクチンを打ってるので重篤化することそんなにないよね。なので別にもう今まで通り過ごしましょうっていうので、別にあの、外出るときとかはもうマスクする必要ないんですよ、フランスって。 でまあ、ドイツとか、多分ヨーロッパ中そうじゃないかな。あのまあ、スウェーデンだったり、スイスだったりとか、スペインだったり、イタリアとかも確か外に出るときにマスクしなくてもいいんですけど、っていう形で、その本来じゃ感染対策をするのであれば、みんなマスクした方がいいよね、なんですけど、もうワクチンも打ってるし、もう気にしないで生きていこうよっていうのが多数派だったりするんですよ。で、多分時間の問題で日本もそうなると思ってるんですけど、ただ、どうかなと思うのは、 そのワクチン打ってない人たちがそれ言ってるっていうのが僕分かんないんですよね。あの、えっ、ー、と、大阪が確か3月以降亡くなった人はワクチンを打ってない人だけなんですよね。なので高齢者の方とかでも重篤化する人はいるんですけど、ワクチン打ってる人で亡くなった人いないと。で、確か群馬もワクチン打って亡くなった人いないんですよ。で、まあ、東京はワクチン打って亡くなった人もいるんですけど、なんで、ごく少数なんですよね。 っていう感じで、その、実はあの、ワクチンを打ってると死なないという現実が割と、おまれてるすいません、あるんですよ。っていうのがあるので、その、さっさとワクチン打てば、とは思うんですけど、まあ、予約が取れなくて、あの、ワクチン打てませんっていう人はもう、あの、頑張って予約が来るまで、あの、家でこもってくださいってなると思うんですけど、その、なんか、あの、予約が取れるにも関わらず、ワクチンを打たない人たちっていう、あの、反ワクチンの方々って結構いらっしゃるんですよね、世界中。 あの、テキサスで、その反ワクチン活動をずっとやってる政治家の人が、えっ、ー、と、コロナにかかって、5日後に亡くなったんですけど、で、亡くなる前に、あの、お願いだからワクチン打ってくれって言って亡くなったみたいな説があるんですよね。で、割とそのアメリカでも、その、あの、別にコロナで風邪でしょって言ってワクチン打たないで、で、重篤化して、あの、 あの、お願いですからワクチン打ってくださいって言われて、看護師さんとかが、いやいや、今からワクチン打ってもう効かないから意味ないよっていうのって割と行われて、日本でも多分似たような事例あると思うんですけど、なのでその、ワクチン打たないと重篤化したり死ぬ可能性があるよねと。んで、ワクチンを打ってワクチンが原因で病気になったとか体調が悪くなったという人はいますと。 ただ、今のところ、そのアストラゼネカの脳栓で、あの、その脳に、あの、血栓ができて亡くなった人以外、その病気になる人はいて、ワクチンを打って、ワクチンが原因で亡くなった人はいないんですよ。ここは、あの、こう、ダブルコンテーションしましたけど。で、今回、あの、モデルナのワクチンに異物が入っていて、その異物が入っているロットを打った30代の人と20代の人が亡くなりましたっていうのがあるんですよね。あの、ま、炎になりましたっていう人もるんですけど、で、 あの、それ自体が、あの、モデルナやべえなは、まあ、確かに正しいと。ただ、その、ワクチンやべえなとは別の話なんですよね。あ30代2人でした。すいません、30代。はい、あの、要は、その、えっと、正しいワクチンだとしても、製造工程で変なものが入ったら、それは死ぬよねって話で、で、それはワクチンが悪いんじゃなくて、製造工程が悪いという話なんですよ。 あの、年間に多分10人以上カレー食って病院遅れになってる人がいて、で、カレー食って死んだ人って数年に1回ぐらいいると思うんですよね。あの、カレーライスって、あの、まあ、あの、作り置きする人いるじゃないですか。で、あの、まあ、毎日火通せば大丈夫でしょうっていうので、あの、割と、あの、1週間かけてカレー食う人とかっていたりするんですけど、 あの、菌の名前を忘れたんですけど、加熱しても死なない菌っていうのがだんだん増えたりするんですよね。だから、じゃがいもとか入れていくとその菌が増やすんですけど、というのがあって、その一週間後のカレーでいやいや、熱通したのにって言って、食中毒になる人って結構いるんですよ。で、それって、カレーのレシピが悪いのとか、カレーが悪いのじゃなくて、要はその、カレーの製造工程が悪いなんですよ。カレーは一切悪くないんですよ。 っていう感じで、あの、ウェルシュ金ってやつかなうん。なので、その、ワクチンが悪いんじゃなくて、ワクチンの製造工程が悪いんですよ。要は、スペインの工場の中で、なんかあの、ゴム片だか金属片だかが入っちゃいましたと。で、それが、その、のの注射して血管の中に入ったら、それはまずいよね、と。なので、それは製造工程の問題であって、ワクチンの問題ではないんですけど、そこがちゃんと切り分けられない人っているんですよね。で、要はその、なんか、死ぬ可能性があるものを、 その体に入れるのが良くないっていうのはわかるんですけど、それであればお前ら餅食うなよって思うんですよね。あの、日本人って年間になんか30人ぐらい餅で死んでるんですよね。その毎年ですよ。あの、たまたまとかじゃなくて。 は、あの、餅食ったおかげで、あの、喉詰まらせて死ぬっていう高齢者の方が毎年毎年何十人もいらっしゃるんですけど、っていうので、あの、餅食ったら人が死ぬぞっていうのはワクチン以上に死んでるんですよ。なんかその、ワクチン打ったら、あの、なんか、あの、病気になるとか、ワクチン打って死ぬ人がいるぞってみんな騒いでると思うんですけど、おいおいお前ら餅の方がやべえぞっていうので、ほなあの、反ワクチンの方にはあの、餅やべえぞっていうので、あの、反餅運動をやっていただけると、あの、日本で死ぬ人が減るんじゃないかなと思うんですよね。 いや、その、餅を日本人が食わなかったら、年間30人人が助かるわけじゃないですか。なので、あの、反ワクチンより前に、まず僕は、あの、反餅っていうのを提唱していただけるといいんじゃないかなと思うんですけど、はい。で、一応今日のタイトルが、あの、適者生存は継続中っていうのにしたんですけど、あの、ま、適者生存っていうのが、あの、ダーウィンさんっていう人が、その、 あの、すげえ能力のある種が残るんじゃなくて、あの、結果として生き残った種っていうのが、まあ、あの、適者なんだよ。要はその、足がめちゃめちゃ速いからとか、その適切な能力を持ってるから残るんじゃなくて、生き残ったやつが正しいよねっていうので、その生き物っていうのはどんどん進化していくよっていうのを、まあ、あの、証明したんですけど、種の起源ってやつで。 で、あの、ま、その弱肉強食だったり適した生存っていうのはあくまでその動物の世界の話で、あのもうあの2000年、その西暦2000年も超えたので、その人間の世界っていうのは別にその適した生存ではなく、その科学だったり、その医療だったりっていうので、みんな生き残れますよねっていうふうになってると僕は思ってたんですよ。ところがかどっこいい、最近そのワクチン打たないで死ぬ人たちっていうのが世界中ちょこちょこいるんですよね。 日本でもいいらっしゃると思いますけど要はその「俺ワクチン打たないぜ」って言って結果としてあのコロナが重篤化して死にましたっていうその,あのまあ言い方は悪いんですけど「あのダーウィン賞」っていうあのショーがあってその何か頭の悪いことをやって た人が死ぬことによって社会から頭の悪い人が減っていきますよねっていうその自然淘汰をちゃんとやってますよねっていうねダミー証があるんですけど僕だかそのコロナワクチンを打たないで死んだ人っていうのはその人類の中でその正しい判断適切な判断ができない人がどんどん減っていくという自然淘汰というのが2000年を超えても未だに行われているということなのかなと思うんですよね。 まああのこれそのあのなんか言葉を間違えて言い方を間違えるとその頭の悪い人が死んでしまうのは当然だよねと言っているというふうに捉えられるかもしれないですけどでも残念ながらそのコロナで重篤化して亡くなる人っていうのは日本でも1日になんか数人いる状態で毎日のように数人死んでるんですよね。でそのワクチン打ってる人って今1日100万人とか120万人とか日本いるらしいんですよ。 でも、その中で、じゃあ、ワクチン打って死んだ人っていうのが、そのモデルナで、その異物混入した人だったりじゃないですか。で、それを異物が問題でワクチンではありませんと。で、ただ、そのワクチンを打ったせいで、その、あの、な、その、ま、注射を打ったせいで、何らかその体調が悪くなった人っていうのはいますと。で、あの、前にも言ったと思うんですけど、その、アメリカでそのコロナワクチンを打つ前の実験があって、コロナワクチンを打つグループと、塩水を打つグループっていうのがあって、で、 あの、塩水打ちますって言ったら、あ、塩水だからっていうので病気にならないんですけど、コロナワクチン打ちますって言って、塩水打くと、コロナワクチンやべーって思って、その熱が出る人が0.5%いて、2割の人はその倦怠感とか、なんかあの疲労感とかって言い出すんですよ。要は、塩水を体に入れただけで、なんか今日疲れを感じるとか、なんかな、なんか妙にそのなんか気持ち悪いみたいなことを言い出すんですよ。で、あの、 他の国に比べると、日本ってコロナワクチンの副反応強いんですよ。であの他の国って、副反応ってあの1割もないぐらいな感じなんですよね。まあ、国によって違うんですけど。でも、なんかね、日本ね、副反応妙に多い気がするんですよね。 まあその、あの、ちゃんとそのすげえ量を調べた統計じゃないんですけど、なんか体感とか、なんか、あの、その100人あたりとかでも聞いてる限りも、妙にその副反応の割合高くて、要はそのすげえ疲れたとか、なんかあの、めちゃくちゃ痛いとかって言ってる割合が高いので、その日本人って、あの、周りの状況をすごい気にする民族じゃないですか。あの、まあその、フランスに住んでたまに聞かれるのが、 あの、フランスって何流行ってるのって聞かれるんですよ。要はあの、日本って、なんか、日本人がこれ流行ってるよねっていうと、みんながそれを知らなければいけない、それなんだろうっていうので、そうなんかあの、なんかじゃあ,あの、シーンエヴァンゲリオンっていう映画が売れてるってなると、なんか若い人はシーンエヴァンゲリオンをなんかみんな見に行かなきゃいけないとか、鬼滅の言えばみんな見に行かなきゃいけないとか、なんか流行ってるものをみんなが知らなければならないと思い込んでる率が他の国に比べて高いと思うんですよ。 で、フランス人ってそのいろんな人種の人もいるので、要はそのあのアフリカ系の人もいれば、ベトナム系フランス人もいるし、そのガリア系の白人のフランスの人もいるし、別にあの、ま、移民として僕みたいな人もいるしっていうので、そもそもフランス人っていっぱい人種がいるので、その、フランス全体で流行ってるものなんて基本ないんですよ。でもなんかその、日本の延長でフランスで流行ってるもの何みたいなこと聞いたりするんですけど、で、なんか、アメリカ前住んでたよとかってアメリカの話をすると、アメリカ人って何が流行ってるのみたいなこと言うんですけど、あの、 でそういう時に正解を言うとみんなあんまり喜んでくれないんですけどアメリカで流行ってる音楽何って聞かれたらカントリーですって僕言うようにしてるんですよあの実はアメリカで一番売れてる音楽ってカテゴリーとしてはカントリーミュージックなんですよでもそのカントリーミュージックって昔からずっと売れ続けてアメリカ人めっちゃ好きなんですけどアメリカ以外で全然売れないんですよでもなんかその アメリカ人の中で流行ってるのカントリーって言うと、なんか納得いかない顔をされるんですよね。なんかヒップホップって言ってほしいとか、なんかあの、か細い声でボソボソ歌うあの女の子がなんか日本中で有名ってことにしてほしいみたいな、いやいやあの普通にカントリーなんですよ <laughs>、みたいなのがあったりするんで、なのでなんかその流行ってるものとかを知ってたいみたいなのがあるっぽいんですよね。はい。テてスうのはとか元カントリーみたいですよね。はい。 っていう感じで、そのなんかあの、副反応みたいなのが流行ってるって言われると、なんか副反応っていうのが起こるんだって思い込んじゃう率が、他の人種に比べて結構高いんじゃないかなという想像を僕はしていますこれはあくまで想像です。 えっと、三橋隆さんとの徹底討論を見ました。三橋さんのおっしゃってる内容を聞いていて、自覚なき加害者、本当に困っている自利品の方たちが潰れていきます。現状の日本に即していない考え方や、なぜパチンコにお金が入ると経済に寄与しない横島使い方なのか、三橋さんは理解したんでしょうか。三橋さんの考え方アップデートしない旧式の PC のような意見など感じました。検討違いでしたら申し訳ありません。 えっと、その、三橋さんとの、あの、話をした動画っていうのが三橋さんのチャンネルに上がってるんですけど、で、あの、三橋さん自身はちゃんと僕が言ってることを理解してると思うんですよ。要は、あの、他人が見てますっていう状態であれば、その他人にわかるように僕話をするんですけど、その三橋さんと話をしてたので、三橋さんが理解したから次のテーマって言い方をしたんですよね。で、要は、あの、 えっと、まあ、日本っていうのはお金ガンガン配ったら日本の GDP が上がるよねっていう話だったんですけど、そもそも配ったお金をその日本に寄与しない形で使ったとしたらそのお金って無駄になりますよねっていうので、じゃあその僕が出した例っていうのはじゃあパチンコで使いました。で、そのパチンコであの上がった利益っていうのを北朝鮮に寄付しましたっていうのは、割とその昔あったんですよね。あのパチンコ業者が北朝鮮系の人で、で、その北朝鮮にずっと送金してるっていうのがあって、で、万行本号っていうのでいろんなものを送ったり してるからそれ止めるわっていうのがあったんですけど、まあ、その例があの10年前20年前ぐらいの話なんでちょっとみんなわかんないとすると例えばじゃあえっとじゃあ日本中の人にみんなで10万円配りましたでその後じゃあ BTS のその中あの YouTube ライブにみんながスパチャしましたでそのじゃああの日本人で例えばその中1000万人ぐらいの人が10万人もらったんだけどそれを全部その BTS の YouTube ライブにスパチャするとするじゃないですか そうしたら、その10万円の税金っていうのが、YouTube と BTS に行くじゃないですか。でも、その、一人当たた、その、1000万人分に10万円配ってるので、GDP としては、1000万円かける10万円なので、えっと、10兆円分でいいのかな計算すると。10兆円分増えてるんですけど、10兆で合ってる ?1000 万だから、1兆か。合ってる <laughs> まあいいや。1兆円分の、あの、お金が配ったので、GDP は1兆円増えましたと。 でも、その1兆円っていうのが、アメリカと韓国の BTS に行きました。なので、実際としては、日本には全くお金が落ちてなんですよ。で、その税金っていうのが分かんない。あ、これで分かんない <laughs> なので、日本でお金が回らないんですよ。要は、あの、日本国内でお金を配って、日本国内でお金が動いているのであれば、それは日本の経済が活発になるんですよね。例えば、じゃあその、僕が、じゃあそのなんかあの、野菜を買って、その中、日本のお肉を買って、料理をしましたと。 で、そしたら、その日本の八百屋さんにお金が行って、日本の肉屋さんにお金が行って、で、日本の農家だったり、日本のその牧場にお金が行きましたと。で、結果として、じゃあその日本の牧場の人たちが、じゃあそのなんか僕の放送を見てスパチャしましたみたいな感じで、スパチャだとまたアメリカ行かれや。じゃあそれでなんか、じゃあ僕の書いた本を買いましたとかってなると、で、日本国内でぐるぐる回るじゃないですか。 なので、そういう形でその日本経済っていうのをうまく回せるっていうのであれば、それは正しいお金の使い方なんですけど、ただ残念ながら、あの、ほとんどのお金、今外国に取られちゃう構造になってるんですよね。で、今もスパちゃんもそうですけど、その、あの、フランスで、あの、えっと、若者向けの、えっと、18歳になると、だいたい4万円分ぐらいの文化的なものを買うお金っていうのを配ったんですよ。 300ユーロ分あの文化的なもの好きに使ってください映画でもいいし演劇見に行ってもいいし本買ってもいいし音楽買ってもいいですよっていうのでその18歳になった若者にプレゼントっていうのをフランスがやったんですよフランス政府が。 で、そのお金どこに行きましたかっていうので、あの、日本の漫画に行ったんですよ。なんかね、日本の漫画のね、売り上げがね、なんか5倍とかになったらしくて、いや、その、お金もらいましたっつっても別に今コロナだから映画とか行かねえし、みたいな。で、じゃあ俺ら漫画買うわっていうので、結果として、その、フランスの文化に寄与するために配ったお金っていうのが、あの、進撃の巨人に行ってるんですよ。 なので、「進撃の巨人面白いっつってフランス人が買ったんですけ、ね、ど、なのでその、要は自由にお金使ってくださいって配ると、その国の中で回るって思いがちなんですけど、そうならないんですよね。まあ、これはあの日本にとっていい例なんですけど、フランスにとったら間違いだったよねって話なんですけど。っていう感じで、その自由にお金使ってくださいって言っても、その国の中で使われるっていうのがそもそも間違いなんですよ。 なんで、その日本で、そのじゃあアプリの課金、例えばじゃあそのパズドラやってますとかで、じゃあパズドラに1万円課金しましたっていう場合って、まず3割はその iOS の Apple だったりとか、あの Android の Google だったりに取られちゃうんですよ。で、クレジットカードの手数料っていうので、まあ、大体たいビザとかマスターとかアメリカンエクスプレスとかアメリカのクレジットカード会社に使ってるので、そこでもまた手数料取られますっていう感じで、なので、あの基本的にもアメリカにガンガン取られちゃうので、じゃあみんなにお金配ってお金使ってくださいって言っても日本国内の収入は増えないんですよ。 っていうので、一応、ミサシさんはそれ分かってもらえたので、次のテーマに行ったんですよね。で、で次のテーマで行った時に、その GDP が増えることが人の幸せになるのかどうかっていう。で、あのー、イタリアがやったんですけど、イタリアが、よし、GDP を増やそう。GDP っていうのはあの国で作られてるものとかサービスの価値の総計だから、それを増やせばいいんだっていうので、あの、イタリアがやったのが、売春と麻薬の経済規模を計算したんですよ。 要はそのあの、ま、売春とか麻薬もみんなお金払って買ってるじゃないですか。まあ、売春もお金払うし、麻薬もお金払いますよねと。で、それはイタリア国内で回ってるお金だから、じゃあこれが年間に売春と麻薬で5兆円の売り上げがあるから、よし !GDP5 兆円増えましたっていうのをやったんですよ。で、数字として確かに GDP5 兆円分増えたんだけど、それ増えたことにイタリア国民ちょっとでも幸せになりましたかって話なんですよ。 あのなんか、あの今コメントでここ日本だよって書いてるんだけど、じゃあ例えば日本であの大麻使ってる芸能人とか、覚醒剤使って捕まった田代なんとかさんとかいっぱいいるじゃないですか。 で、もちろん売春で外国人の売春とかで大久保とかに行けば立ってますけど、要はその犯罪行為をやってるものを日本でもあるので、よしじゃあ日本の GDP を高くしよう。じゃあ日本で回ってる大麻とか覚醒剤の売り上げっていうのも全部 GDP に計上しましょう。それが10兆円でしたって言った時に、じゃあ日本の GDP10 兆円増えましたって言って、数字上10兆円増えてるんですけど、それ何か日本人ちょっとでも幸せになりましたかっていう話なんですよ。 なので、数字上の GDP が増えるということと、実際に日本に住んでる人が幸せになるかどうかっていうのは、全然別の話なんですよ。っていうのも、あの、三橋さんを理解してもらったの、ね、で、次のテーマに行ったんですよ。っていう感じで、あの、三橋さんが理解して次のテーマに行くっていうのをやってたんですけど、残念ながら頭の悪い人って、三橋さんほどの理解力がないので、あの、僕が説明したとしても、例えばさっきイタリアの話をしたじゃないですか。 でもコメントで、ここ日本だよって書いてるのって、要はイタリアで起きた出来事は日本でも同じことができるので、イタリアで説明したとしても、あ、日本でもそうなるよねって納得してもらえるんですけど、頭の悪い人って、それはイタリアの話で日本の話ではないとか言い出すんですよ。要はあの日本でその覚醒剤とか麻薬とか売春が一切ないのであれば、そ、その覚醒剤とか麻薬とか日本にはゼロ円なので、イタリアの話は全然関係ないです。日本ではそんなこと起きないですっていうのは論理的に正しいんですよ。 でも残念ながら、あの、日本でも覚醒剤も麻薬も売春も起きてるじゃないですか。っていうのがなぜかわからないんですよ。あの、僕そのよくその論点を変えたって言われるんですけど、頭の悪い人って、その、イタリアの話が日本にも適用できるよね。A イコール B、B イコール C だよねっていうのがわからなかったりするので、だから頭の悪い人って大変だなと思ってます。っていう感じで、あの、一通り一応全部説明できてるんですよ。なのであの話って終わったんですよね。 で、その、三橋さんが、じゃあその日本で、僕がじゃあその5000兆円っていうのを配って、じゃあ5000兆円配ったら日本中の人が幸せになるんですかっていうので、なりません。要はその、経済として破綻しますって言ったんですよ。で、じゃあ5000兆円で破綻するんだったら、500兆円だらどうと。で、500兆円でも破綻しますと。で、120兆円だったら破綻しないとか言ったのかな で、じゃあその120兆円だったら破綻しなくて、500兆円だったら破綻するっていう根拠は何ですかっていうのを聞いたんですよ。その、要はあの、その何か根拠があって言ってるのであれば、その根拠を知りたいじゃないですか。で、それのその根拠っていうのが、あの、なんか数式があります。シミュレーションがありますって言ったんで、で、そのじゃあ数式とシミュレーションを教えてくださいっていう。要は、その数式とシミュレーションの根拠がないんだったら、例えばじゃあ5000兆円で破綻しません。 なぜなら数式がありますって僕が言ったとして、僕が言ったとしたらじゃあその数式出せよってなるじゃないですか。でも数式もシミュレーションも出せません。でも俺の言ってることは正しいですってちょっとおかしいじゃないですか。それ言うんだったら、例えばじゃあヒゲオヤさんに5000兆円を日本政府が出したら日本の景気はめちゃくちゃ良くなりますよ。シミュレーションの結果でそうなってるんですっていうのも僕も言えちゃうじゃないですか。 なので、その数式どうなんですかっていうので、で、その数式とか今放送では説明できないので、後でその数式のあの URL を送りますって言われたんで、で、URL 未だに来てないんですけど、で、そこの動画の説明欄のところに、なんかあの日経ニーズっていうところのシミュレーションを使いましたって書いてあるんですけど、その日経ニーズに書いてありましたっていうのと、ひげわりさんが言ってましたっていうのの根拠が一緒なんですよ。 要は日経ニーズというところが、こういう数式で計算した結果に大丈夫ですっていう判定をしましたであれば、ああ、そうなんだってなるんですけど、日経が言ってるから正しいですっていうので、まあ、あの、日経が100%間違いがない、その一度も間違えたことがない新聞社ですっていうのであれば、確かに信用できると思いますと。ただ、あの、最近、あの、日経テレ東っていう、あの、日経とテレビ東京が共同でやってる YouTube チャンネルがあるんですけど、 で、それに、なんか40過ぎて、あの、フランスからリモートで出演している、何の根拠もないおっさんが喋ってる動画があるんですよ。でも、それを上げてるっていう時点で、やっぱ日系信用できないじゃないですか。要は、その、僕、あ、僕って言っちゃった。いや、その、あの、パリからリモートで繋いでるおっさんが喋ってるようなのって、何の根拠もないことを彼らはやるわけですよ。面白いと思ってね。っていうのがあるので、日系が言ってること何でも正しいというのが成立するのであれば、僕が言ってることが全て正しいも成立しちゃうんですよ。 だって僕日経の名前でやってるメディアで喋ってるんだもん。 なので、その100、100%日経が正しい。だから日経の数式が正しいんだってなると、僕が言ってることも正しいんだも成立してしまうので、論理的につながらないっていう、ちょっとおかしなことになってるのが僕的には面白かったんですけど、これも多分理解してもらえないと思うんですよね <laughs>。あの、要はあの、日経テレ東の YouTube と日経ニーズに載ってるものが、要は日経がやってることが全て正しいのであれば、日経テレ東がやってることも正しいので、日経テレ東で喋ってる僕も全て正しいっていうことにならなきゃいけないじゃないですか。 なので、その、どんなメディアでも、どんな会社でもあれ、正しいこともあるし、間違ってることもあるので、じゃあ、その根拠は何ですか数式を出してくださいっていうのが、あの、大学を出るとみんなやるんですよ。 大学であの卒業論文っていうのを作るときに、その根拠っていうのはこういう形ですっていうので、まあ理系だったら数式だったり、であの社会系だったり心理学だったり、統計を取ったりっていうので、あのじゃあこういうその最もらしい根拠があるからそうですねっていうのをやるんですけど、多分大学出てない人はそこら辺が知らないので、誰が言ってるから正しいっていうのを信じがちなのかなと思ったんですけど、ただ日経ってそんなに信用されるメディアなのっていうのがちょっと疑問です。はい。 28歳男、1年前から父と疎遠になりました。理由は父から保証人になるように頼まれ、拒むと縁を切るように言われました。母は25歳で亡くなり、一人っ子でそれ以降連絡を取る手段がありません。ただ、私自身近いうち結婚を考えています。彼女の親は私と父の仲が解消してうしいようです。そのために私から手紙などを連絡をし、両親の顔合わせのために段取りをしなければならないと思っいます。また暴言を吐かれないのか怖くて勇気がなく、実家に帰れてないので、どうアプローチをすればよいでしょうか。 えょと兄弟はいないんですよね。で、あの多分その彼女の親御さんにその話した方がいいと思うんですよね。要はあの、の保証人になるように頼まれ、そこから連絡をしていません。で、仮に保証人になった場合に、結婚相手である娘さんが困ることになりますよ。要はあの 例えば僕がすげえ借金の保証人になったとして、日本の場合って僕の家庭に対して請求できるので、そのうちのあのま、彼女というか配偶者なんですけど、もう困るわけじゃないですか。例えば僕がじゃあそのなんか10億円とかの保証人になっちゃって、で、全然なんか知らない人から10億円請求されたとして、で、その10億円分はまあ僕が返さなきゃいけないし、僕が返さないで逃げ回ると、多分家におっさんがどんどんどん,どん金返せとかってなるわけじゃないですか。なので、僕の配偶者、妻が困ることになるんですよ。 なので、その、うちの父親は、そういうこと、保証人になれって言ってるので、仲良くしようとすると、保証人にならざるを得ません。その時に、金を返さなきゃいけないのは、あなた方の娘さんですけど、それでもいいんですかっていうのを、相手の親御さんにちゃんと言った方がいいんじゃないかなと思います。 21歳自衛官、実家の階層に160万使い、貯金は300万です。2年前から先輩に暴行、暴言を受け続け、自殺未遂を起こし、鬱つで休職中です。今年後で退職予定です。そこで退職し、IT 企業に就職した同期に相談し、プログラミングを基礎から勉強しています。実際やってみたら結構楽しくて、次の就職先にしたいと思ってるんですが、約半年内で取った方がいい資格や、これはある程度できるようになった方がいいということはありますかえっと、アプリを作ってください。 要はあの楽しいっていうのはあると思うんですけど実際そのものを完成させる経験をしてくださいあのまあサイトをサービスで作るでもいいしアプリを作るでもいいしあのプログラムそれ自体楽しいよねって言ってても完成させられる人って実は少ないんですよあの漫画書いてみて面白いっつって漫画書き始めた人って結構いるんですけどだ小説書き始めた人とかねただ完成させられる人ってそんなに多くないんですよなぜかみんな途中でやめちゃうんですよ で、プログラムとかもなんとなくやり始めちゃうんですけど、完成させて世に出すっていうところまでちゃんとやる人がいないので、なのでちゃんと完成させて、あの、こういうのを作りましたっていうようにするといいんじゃないかなと思います。えー、都心の激戦区で強制資格を開業予定です。完全にネット習慣になるのですが、SEO、MEO 等を依頼する業者を選ぶ際に気をつけることがあれば教えてください。ホームページをワードプレスで自作です。えっと、基本的にどの業者のトーンでも騙されると思ってください。あの、まあ、 要はあの SEO やりますっていう業者って基本的にはあのうちに任せてくれれば大丈夫ですって言ってるんですけどじゃああの現状の Google のアルゴリズムを教えてくださいって言ってちゃんと答えられる人はいませんなので基本的には嘘つきですあの要はその Google サーチエンジンオプティマイゼーションっていうの SEO っていうんですけど例えばじゃあえっと えー、じゃあ YouTube っていう単語で検索したときに、まあ、YouTube の公式が一番上に来るようになるんですけど、でも、例えば YouTube のまとめサイトを作ってるとして、2番目に YouTube まとめサイトが来てほしいと思うじゃないですか。で、その場合に、どういうアルゴリズムで検索エンジンの2番目に表示してるかっていうのの、そのアルゴリズム自体って YouTube って教えて、あ、その Google って教えてくれないんですよ。で、しかも、その人によってアルゴリズム違うんですよ。 そのいろんなアルゴリズムっていうのを毎日のように変えていて、で、僕が検索した場合は、例えばパンダって検索したら一番最初に上の動物園が僕の場合は出るけど、そのヒゲオヤリさんが調べると、なぜかそこはパンダで調べると出てくるのが中華料理屋だったりするんですよ。で、それが IP アドレスによっても違うし、国によっても違うし、同じ国の人でも人によって違ったりするんですよ。 要はその、検索エンジンって毎日使いやすくするために、いろんなアルゴリズムをいろんな人で試してるんですよ。まあ、AB テストって言われるやつで、その、いつもその、あの、このアルゴリズム、このアルゴリズム、どっちの方が使いやすいかなっていうのを試し続けてるので、そのアルゴリズムがずっと変わり続けてるので、なので、たまたま SEO うまくいく時期もあれば、その戦略が全然効かないっていう時期もあったりするので、なのでその SEO 得意ですって言ってる人って、基本的には嘘つきと詐欺師なんですよ。要は、あの、まあ、 一般的な名前はちゃんとタイトルに入れた方がいいよねとか、あのページは多い方がいいよねとか、ページの更新はなるべく多くした方がいいよねっていうのは、一般法則としては正しいんですよ。で、それ以外に、うちの SEO はこういうテクニックがありますっていうのは大体、だいたい99%嘘だと思ってください。あの1%本当のことがあるんですけど、時間の問題でそのアルゴリズムも変わっていくので。なので、あのまあお金取られ続けるか、自分でちゃんとやるかのどっちかになると思います。 多分でもね、SEO 業者にお金払うより、あの、Google にお金払って、普通にあの、なんか、強制しか東京、例えば、あの、じゃあ、板橋にある強制しかだったら、強制しか板橋っていうキーワードでお金払って、あの、広告出して、で、普通にクリックしてもらえる人が、よっぽど安く済むと思います。はい。 えー、最近たった7年で270億を手に入れた男の物語という本を出しありがたいことにキング・ゴングの西野さんに帯を書いてもらえることになりました西野さんとも8月には YouTube で対談させていただくのですが是非ひ,ひろゆきさんも西野バーでコラボさせてくださいパリからの往復チケットをご用意いたします YouTube 非常識な成功法則見方の乗いてみてくださいえっとあの日本に行くとその2週間自宅待機をして人に会っちゃいけないという時間があってなので時間の無駄がすげえ多いんですよね僕あの前日本にその 1>, 月1回帰った頃何だかんだ言っていあの45日ぐらいしか日本にいなかったんですよ。まあその人に会ったりとか、その中銀行行ったりとか、ちょっとした作業をするっていうので、まあ、はい終わりました、帰りますって感じなんですけど、今だとその2週間以上いて、その中で人に会うっていうのやらなきゃいけないので、なのでなかなかあの面倒くさいので、日本に帰る予定はないです。すみません。えー、ブサイクが好きです。おばが先日亡くなりました。 メディアでもたびたび紹介された江戸時代から続く老舗の料音亭を営んでおりましたが、コロナが落ち着いても多数の個室のお座敷や百畳の大広間も時代遅れで今後も需要がないように思います。大料力に全く違う別の商売を切り替えるか、ビルに建て替えて家賃収入を得ると考えておりますが、良い答えが見つかりません。先祖代々を持ってきた商い、えー、を終わらせてしまうことは正直であるんですが、広ロさんはどうされますでしょうかえっと、あの、スタジオ貸しをしちゃうんじゃないかなと思いますけど、 多分その江戸時代から続いてて、その百畳の大広間とかって、あの撮影で使いたいところって結構あると思うんですよね。なので、あの、今でもそのスタジオ登録っていうのを結構やってる会社があって、その普通の民家とかなんだけど、その,あのスタジオ使いたいって言われると、あの出てってそこスタジオで使うみたいな感じのその、まあ通常使ってるんだけどスタジオ需要がある時だけ貸すっていう商売なんですよね。 なので、あの、昔ながらの旅行庭であれば、結構その使い勝手なる庭とかもあったりするので、なので、あの、料亭としてではなく、その、食、あの、それはその、スタジオとして使うっていうのと、で、その、スタジオで撮影した後に、どうせ飯食うじゃないですか。なので、そこで飯を食うので、料亭の仕事を出すみたいなやるといいんじゃないかなと思いますけど。あの、例のプールとかもその感じですよね、はい。 えっと、こんばんは、ひろゆきずキッチンというチャンネル名で YouTube をやっています。ひろゆきさんの好きな食べ物、ひろゆきさんの得意料理、奥さんの作る料理で好きな料理は何ですか好きな食べ物、マンゴスチンで得意な料理、僕パスタなんですよね。奥さんの作る料理で好きな料理、カレー、えー、?10 年勤めた会社をトイレでリストカットがやめられず解雇されました。 えー、10年2人のババアにいじめ抜かれバカなのをいいことにやりたい放題でした介護士になって44の時アスペルガーだと診断されました NPO 太田も証拠がないので無理やり弁護士に相談すると1万5000回なので諦めた方がいいと言われローキにも言ったのですが5年の歳月が経っているので粘ったのですが無理でした、えー、5年前アスペルガーだと分かっていたらと思うと苦してどうしようもありません10年同じ苦しみ味わ,わってもらって復讐したいのですが何かいい方法はありますか えっと、合法なやり方と違法なやり方があると思うんですけど、多分合法なやり方でやると、えー、合法だとまあなかなか難しいんですけど、その介護系であれば、あの、その苦情をひたすら他人のふりして連絡するとかですかね。なんかあの、そのうちの近所に来ててゴミ捨ててたみたいな苦情を入れると、割とまあそれが何件かあると信じて調査が入ったりとかっていうのがあるので、 まあでもそれでもよ法かというと違法に近いかな。で違法な形であれば、まあいろんなやり方もあると思うんですけど、そこはあの探偵事務所みたいなところで、違法なやり方でもいいので復讐したいですっていうのを言えば、結構教えてくれるんじゃないでしょうか。というわけで、そろそろ、回収終わったかな。えー、先日一時停止無視の車に突っ込まれ、納車2ヶ月でエアバッグ両方出て事故車になりました。 保険会社同士が話し合って窮地になりそうですが、新車で返してもらう方法はないでしょうかないですね、この感じだと。えっとあの、すげえ怪我してたりすると、治療費っていう形でお金がもらえるので、で結果として、その,、まあ、あの治療費とその,あのなんか賠償金みたいなのを合わせて、新車買えますよみたいなパターンもあると思うので、なのであの、後遺症があるっていう形にする方がいいんじゃないかなと思いますけども。 呼吸が上げて時短で復旧亭です正社員ですが安月給で手取り付き10万くらいまで落ちます育児と並行できるおすすめの副業ありますかまあ、見た目がいいんだったらあのライブチャットみたいなやつやってあのスパチャをもらうといいんじゃないかなと思います結構17ライブとかで儲けてる人いるんで え私はエフラン大学の1年生なんですが縁があってかそこそこ金持ちの人からの指導の答とで株の勉強と実践そして社長視聴経験をさせてもらうことになりましたですが私は昔からめんどくさがりの空きンなので成長させてもらえてありがたい反面期待に応えられるか不安ですこの橋に乗るべきでしょうかはい乗ってみて飽きたらやめたるんじゃないですか要はその別に相手が何か教えたいって言ってんだから素直に教えてもらってで自分がやりたくなかったらもう一須って言って逃げればいいんじゃないかなと思います ヒップホップが好きで世界的にはロックを抜いて一番人気のジャンルになっていると思うんですが日本ではまだ色物扱いで人気がないと感じますなぜ日本で人気がないのか人気が出るには何が必要か広木さんなりの意見を聞かせ願えたらと思いますえっとまあそのアメリカの場合のヒップホップって割とその貧困層の人種だったりとかそこの住民の考え方と生活とマッチしてるんですよね で日本人ってあの1億総中流みたいなのがあってそのあのあ底辺層でもあるにもかかわらずなぜか中流だと信じ込んじゃったりするんですよね。なのでその要はあの底辺の俺たちがなんとか見返して上に行こうっていう思想っていうのがあんまりないんですよね。自分たちが底辺だと思ってないので。なのののでそま、えー、まああの、まあ 本を読みますとかっていう人って本を読んでその知識で上に行こうとか行くんですけど、で、割とそのアメリカのその低変奏と言われる人たちって、その歌だったりっていうので、その情報だったり知識を得たりするんですよね。なのでその歌だったりで、じゃあ俺はそのバスケのなんかトッププレイヤーになるわとか、俺ヒップホップで金持ちになるわとか、俺ラッパーでなんか VV 言わせたるわみたいな、まだまだギャングになるわみたいな感じで、その見聞きしたものが自分のロールモデルになってきたりするんですよ。 でも日本の場合って割とそのみんな文字書けるの当たり前で文字読めるのか当たり前で,でアメリカって文字読めない人結構いるんですよっていうのがあってなのでその上に上がってやらっていう人が結構文字情報に流されちゃうんですよねで文字情報を読めるとまあ中流だよねっていうことになっちゃってその最底辺だけどその言葉だけで何とかしていくぜってならなくてまあ言葉も書けるし普通に就職できるよねっていうになっちゃうんですよただその言葉も読めない書けないっていう人って普通の就職無理じゃないですか そのスーパーのレジでも、その商品名読めなかったりするんで、それもできなかったりっていうのがあったりするので、なので、その、じゃあ歌で何とかするぜとか、スポーツで何とかするぜってなりがちなんですけど、まあ、よくも悪くとも、その日本は教育レベルが結構しっかりしているので、なんでその、歌の力だったりっていうので、なんとかのし上がってやるぜっていう割合が少ないんじゃないかなと思ってたりします。えっと。 えっと、一とおえっ、ー、と、エピクロスという人物、ご存知でしょうか彼は必要不可欠な欲求だけを追求して、他の欲求を抑えた方が、結果的に苦しみもない快適な生活が送れる、質素な生活に満足し、自分で自分を満たすことのできる一言が本当の快楽を得ることができると主張してました。授業でこの8を着て、ひろきさんみたいな考え方だなと感じました。ということは、ひろきさん、エピクロスの信者ということでよろしいでしょうかすいません、エピクロスという人は知らないんですけどあの、僕、ゴロゴロしたいとかの欲望がめっちゃ強いので、 そういう意味でいくと、あの、結構欲求は強いと思うんですよね。ネットフリックスみたいとかありますけど。えっ、ー、と、あの、前回、その、あの、三つ星の過労死っていう話のタイトルにしたんですけど、その三つ星が過労死する話をし忘れた気がするんですよね。前々回かなあの、最近その三つ星めっちゃ死んでるよね問題っていうのが結構世界中で起きてるんですよ。その三つ星がなぜか、あの、減って、三バチね。 ミツバチがなぜかあの減ってるとか、なぜか死んでるとか、あと、ま、コロニーごといなくなる問題みたいのが、結構その世界中であって、あの、バチ減ってるよねっていう問題があるんですけど、で、それがなぜ起きてるのかっていうのが、まあ、今ある程度言われてるのが、その、あの、バチで蜂蜜を作ってるだけだと、結構食えなかったりするんですよ、ミツバチ農家。で、あの、バチの貸し出しっていうのをやったりするんですよね。その、 あの、例えば、その、じゃあ、アーモンド農家です、みたいなところって、その、アーモンドの受粉っていうのを人間の手でやると大変なんで、もう、あの、蜜蜂農家の人に蜜蜂持ってきてもらって、全部受粉を蜜蜂にやってもらうと。蜜蜂が、あの、蜜をするときに、その足で、その、なんか、あの、おしべとめしべを触っちゃって、結果受粉するみたいなのがあって、そういう感じで、その、あの、畑とかの受粉シーズンに蜜バ蜂を勝ちだ、バチを貸し出すっていうのを、バ蜂農家が結構やるんですよ。 で、その、ミツバチって単純な動物なので、その、近くに花があると、超大興奮して、マジ近くに花があるからみんな行こうぜっていうダンスをして、みんな本気で行くんですよ。で、バンバン蜜持ってきて、帰ってきて、で、その、その、周り全部その、あの、アーモンドの花畑とかになると、マジ蜜だらけじゃんっていうので、超頑張って当たるんですよ。で、その結果、限界超えて死ぬんですよ。 ではあの自然の状態だと、そこまでその、花が大量にある状態ってないので、その、みんなマジ頑張ろうぜっていう状況が起きないんですよ。でもその、あの、受粉お願いしますみたいなところに持ってこられると、ミツバチめっちゃ働いちゃうみたいなのがあって、過労死して死んじゃうんですよ。あの、アリとかって、そのなんかたまにそのなんかあの、カブトムシの死骸とかに大量に集まって運んでるのとかって、まあ、あの、テレビの動画とかで見たことあると思うんですけど、で、あれって、 たまたま来たアリが、たまたま運んでるんじゃなくて、あの、すげえでけえもの見つけたぜっていうのが自分の巣に行って、アリが騒ぐんですよ。ホルモン出したりして。で、すげえものだから行こうぜって言って行って、で、行って、で、そのホルモン出して、全然足りないから応援よろしくみたいなのが来て、応援よろしくのホルモンでまた行ってっていうので、だんだんこう増えてって、みんなで総勢でそのカブトムシを巣まで運ぶっていうのをやるんですよ。 で、それはカブトムシがたまにしかいないから、総勢でみんなでやるって言うんですけど、カブトムシの死体だらけになっちゃうと、もうみんなガチでずっと毎日働き続けることになって、たぶんアリも過労死しちゃうと思うんですよ。ただその、あの、アリの場合って、じゃあそのアリの巣をどっかに運んでって、じゃあ受粉させますってないので、アリが過労死するって話ないんですけど、ミツバチの場合は結構それが起きちゃってるので、過労死してるんじゃないかって言われてるので、 あの、日本人以外も結構過労死するので、あの、バチ気をつけてくださいって、すごくどうでもいい話だったんですけど。<laughs> なので、あの、結構その、まあの、バブル時代とかもあったんですけど、すごい仕事にやりがいがあって、給料も入って、めちゃめちゃ楽しいっていうので働いてて、体ぶっ壊すっていうのが結構あるんですよね。で、今でもその日本人って、まあ、過労死っていう言葉があの、英語の辞典にも書かれてるんですけど、要は、働き続けて死ぬっていう。 その、そもそも何のために人を働いてるのって金もらうために働いてるんですけど、じゃあ何のため金もらってるのっていうと、楽しく生活したりとか、じゃあ家族が飯食ったりとか、子供を育てたりとか、その生活をするためにお金が必要ですよっていう話なんですけど、なぜかお金自体が目的化してしまって、その健康を害しても金が欲しいみたいになったりするんですよね。なのであの残業代もらえるからガンガン働きますみたいな。 で、残業ずっとして体壊しちゃって、で、そこでなんかあの腰はしちゃって一生腰が痛いままですとか、ヘルニア一生抱えますみたいになるんですけど、で、まあその、本当に景気がいい時に、まあ働いて金稼いで、で、早めに引退するとかであれば全然いいと思うんですけど、あの、残念ながら日本今めっちゃ景気悪いんですよ。まあ世界中景気悪いんですけど、あのまあいいとかいいんですけどね。大体景気悪いんですよ。あの、 収入のいい人の仕事は景気いいんですよ。例えば YouTuber とか今めっちゃ景気いいんですけど <laughs>。僕もあの喋ってるだけでこのなんかあのガンガンお金がもらえるっていうすごい景気がいい状態になったんですけど、一般の人ってそのまあ飲食店で働いてますとか、工場で働いてますとか、アパラリで働いてますとか、一般の店舗で働いてますってめちゃめちゃ景気悪いんですよ。だからその状態で一生懸命働いても大したお金もらえないし、でも体壊すみたいになっちゃうんですよね。 で、お金がないから働かなきゃ、みたいな介護の仕事ですとかになると、まあ、体力仕事で腰はしちゃいましたってなって、30過ぎて、もう、びっくり腰になっちゃうんで、もう、あの、体を使う仕事できません、みたいになっちゃう、みたいなパターンとかもあったりするので。なので、あの、三橋ですら過労死するので、あの、やばいなと思ったら働かないで、だらだら過ごした方がいいと思うんですよね。で、今、ちょうどそのお金のない人だと、そのコロナ禍もあって、あの、仕事が今、微妙な状況なんで、家賃払えないので、家賃くださいって役所に言うと、 3十万円ぐらい無理しで今借りれるんですよね。なんか家賃補助なんちゃら補助金みたいなのがあって。ちょっとあの言葉忘れちゃったんですけど、ググってもらえば出てくると思うんですけど、っていうのがあって、その割と日本政府って、そのあの、困ってる人にお金貸しますとかお金あげますって結構あったりするので、なんであの、下手に働いて金稼ぐより、あの役所のそのホームページとか調べたり、補助金とかでググった方が、よっぽどお金手に入ったりするんですよ。 っていうのがあるので、なので、あの、その役所から金借りるなりっていうのをして、ちょっと楽に過ごすっていうのを、多分来年の春ぐらいになったら、そう、家賃補助給付金、それ。多分来年の春ぐらいになったら、もうちょっと景気良くなってると思うので、そのワクチンが普及して、まあ、そのみんな飯も、あの、外で食うようになるし、まあ飲み会とかもやるよねっていうように、まあフランスはそうなったんですけど、多分日本もそういう状態になると思うので、それまでは、あの、なんとかだらだら過ごすっていう方向の方がいいんじゃないかなと思いますけども、はい。 双、えー、極性障害です。体調不良で退職かん、退職かん、ん干渉されそうな雰囲気です。どうしたらよいでしょうか働けます、働けますって言い続けるか、あの、診断書もらって休職するようにして、休職手当てもらえるようにしてください。やめちゃうとお金もらえないので。 え、偏差値40の高校から国家公務員行政職派遣外資系企業と歩んできたのですが、学歴を言うとびっくりされたりするのですが、やっぱり学歴は大切ですよね。現在30です。いいえ。えっともうすでに実力があって成果も出している人は、学歴はむしろその驚きを与えるためのネタでしかないので、もう多分、あの、履歴書的には、あの、学歴なくても全然問題ないんじゃないかなと思います。 え積み立てーサをやろうとしているものです。SBI 証券で講座を作ってるんですが、株式数比例配分方式は設定した方がいいという判断になってますかちなみに私は最近投資について勉強を始めたものはですね、簡単に説明してあげると助かります。えっと、僕あのニーサ積み立てじゃないやつやってるんで、積み立てよく知らないんですよね。で、あの、株式数比例配分方式って多分あの配当のやつですよね。なんか配当を直接もらうか、 その、あの、比例、配分して、その分の金額に混ぜるかみたいなやつだと思うんですけど、えっと、その、あの、えその、配当とかだったり、あとなんかその、だいたいマクドナルドとかあったら、マクドナルドの食券もらえるいなんですけど、その、マクドナルドなんか行かねえぜみたいにしちゃったら、そのマクドナルドの食券もらうよりは、むしろその分金額でもらった方がいいみたいなのがあったりするので、ってやつじゃないの。配当の方だっけどっちだか忘れました。すいません。<laughs> ググってください。 えー、主人と両方出身上海で息子が来年小学校に入る。えー、息子がやんちゃで先生の言葉を聞かない時が多く嫌な人に冷たくていい人に優しい、えー。意見をちゃんと言うタイプでやられたりやり返す。私はいいことだと思うけど以前のイタンター学校の先生に言われて今保育園に転校した。えー、息子の気分良くなった。今でも先生が息子の言葉はかなくて叱られたと言った。えー、私はほぼ毎回息子は他人邪魔しないならやり返すのも言って言い返した、えー。私のやり方がいいか海外に行くのは無理で日本で最善できることは何別にいいんじゃないですか あのまあ、その小学校に入る前とか小学校の時の子どもの性格なんてあの強制しようと思っても無理なんですよ。なのでそういう子どもだよねっていう中でぶつかったりとか友達から怒られたりとか友達うちになって悲しい思いをしてじゃあそのなんかあの,その友達とはなんか喧嘩しない方がいいよねっていうのを学んで変わっていくってことなのでただあの無理して別にあのコントロールしようと思わないでまあそのなんかあの警察だとかまずいんですけど小学生んそうじゃない限りは普通に好きなように生活させればいいんじゃないかなと思いますけども。 えー、昨日プロポーズして結婚約しました。夫婦円満の秘訣をぜひお答えしてください。何かあったらさっさと謝る。えー、RPG で好きなのは何ですか理由もお願いします。私はウィザートリーガイデン2です。えー、あの、スサドウ伝説っていうのが PC エンジンのゲームであったんですけど、あれ割と面白かったんですけど、なんかあんまり知られてないですよね。えー、さっき時速の話をした人です。小学生が筋トレしたら身長伸びなくなるって本当ですか あの筋肉がつきすぎちゃうと、その分骨が伸びなくなっちゃったりするので、子どものうちにその筋力つけちゃうと、結構伸びなくなることがあるんですよ。なので、サッカー選手、足短い人多いんですよね。その子どものうちに筋肉つけすぎちゃったせいで、足があんまり伸びないみたいな。なので、小学生ぐらいの時に筋トレをちゃんとやるスポーツはあんまりやらない方がいいんじゃないかなと僕は思ってたりします。はいまあ、ただ、それであとプロサッカー選手になれるんだったら全然問題ないので、それはそれで生きていけると思いますけど。というわけで終わります。はい えー、17ライブやってるんですけど、おっさんだからなのか、数ってます。人気ライバーになるにはどうしたらよいと考えますかまあ、おっさんの放送なんて見たいと、普通思わないので、なんか過激なことやるしかないんじゃないですかあ、これで終わりにします。えー、35歳、年収480万、会社員です。自動車系の会社で働いてます。頭の回転が悪いものながら、年齢で消化化していくのですが、現状、収入が低いので、服用しようとしています。 会社が服用禁止なので、妻名義で個人事業を開業し、事業指揮をため自分の車を売りました。事業だから、事業用だからとあまり考えず、売り値の140万を買い取り店から妻名義の小座に振り込んでもらったのですが、これって自分から妻への贈与になるでしょうかと、厳密にはなっちゃうんですけど、ぶっちゃけそこまでお金のない人の家まで税務署来ないので、黙ってても多分バレないと思います。 10年パチンコ専業で生活しています。ハウスルールで禁止されている会員カードの使い回しが原因で、100万円分の貯ょを没収されました。どうにか取り返す方法はないでしょうかないと思います。 何年前に、えー、と出玉没収されたグループが裁判まで行きましたが、ラ出はちょ玉没収は妥当との判決だったようです。判決の争点となったのはプロの入店お断りの部分で、裁判を起こした人はプロではないと主張したが却下されたようです。ていのはあの、もう会員規約にそれ書いてあると思うので、規約に書いてある以上無理だよねっていうところで、基本負けると思います。その悔しい思いはわかりますけど、まあ、その規約に書いてある違反行為をした以上はもうしょうがないよねというところなので、 泣き寝入りしかないんじゃないかなと思いますけども、はい。ただ、裁判で訴えるぞっていうと、その相手の方も裁判の費用かかってしまうので、要は、あの裁判所から内容証明を送って、じゃあ10万円で和解してやるよみたいな内容証明を送ると、まあ、裁判になって金買うぐらいだったら10万円の方がいいわっていうので、まあ、和解してくれる場合もあるかもしれませんけど。かパチンコやってろくでもないので、あの、基本的に常識的な対応をするという期待をするのはどうなのかなと思っちゃうわけですけども、はい。 すいません、なんかちょっとバタバタしてて、はい。出かけなきゃいけないので、今日はこんなところにします。はい、すいません。お疲れ様でした。